日からスタートします生配信オカルトトークショー中澤の部屋。記念すべき第1回のゲストはオカルト界のオールラウンドプレイヤー、作家でオカルト研究家の山口敏太郎さんです。ようこそお越しいただきました。はい、ということで始まりまして、初回山口さんで良かったです。あ、そうなんですか。落ち着いてやれますか。はい、改めましてこんばんは、ユーマ研究家の中澤武です。トークに入る前に初回ということで、この番組について、簡単に紹介させていただきます。この番組は CS ファミリー劇場のオカルトバラエティ番組、緊急検証のチームが手掛ける、毎月最終金曜日の21時にですね、オカルト界隈の人を、ゲストに招いて行うトーク番組です。初回だけは、イレギュラーとして、最終金曜ではなく1週前の、祝日の、金曜日に、今日スタートしたいと思います。で、インタビュー形式で毎回ゲストのさんの魅力を、紹介し、知られざる素顔を、掘り下げるおよそ120分の番組となっております。いわゆる、黒柳徹子さん的な番組ホストを務めるのが、作家でユーマ研究家の私、中澤武ということで、他では聞けないオカルトエピソードや、最新オカルト情報もお届けしたいと思います。またですね、番組中には視聴者の、方とですね、電話をつなぐ、生電話コーナーもあるので、ご期待いただければと思います。そんな番組なんですが、山口さん、いかがですか。はい、いいんじゃないですか。今風で、はい、今風で。ちょっと割とスピードが速い感じがするからね。あ、僕の喋り方、緊張すると早口になるんですよね。多分だから早口が緊張感出ちゃったのかなと。でもね、妖怪がね、妖怪とか宇宙人とか、オカルトが割と細かく細分化していくのかなっていう感じがするからね。割とこういうきめ細かい、割と短いショットで打っていく番組っていうのは必要だと思うんだよね。ああ、なるほど。まあということですね。いや、こんなね、大役 MC がね、中澤のやって冠番組みたいなやったことないじゃないですか今まで。それから個人で勝手にやってる YouTube とかありますけど、こんな周りにもスタッフさんもいっぱいいるんで、実はめちゃくちゃ緊張してるんで、いろんな大人を巻き込んでるよね。そうなんですよ。だから本当ね、初回に緊急検証のチームの方がたくさん関わってくれてる番組なんですけれど、今後は僕が今まで絡んだことない人にもどんどん来てもらおうとは思ってはいるんですけれど、やっぱりいきなりね、全然絡みない人来られたら、ただでさえ緊張してる僕がどうなってたか分かんないんで、山口さんとはもうなんだかんだ言ってもう長い付き合いなので、もう10年なんだよね。10年、11年、12年かな。あ、でもそうくらい経ちますかね。僕、やっぱり山口さんと知り合った時に20代後半ぐらいだったと思うんで、はい。でちょうどユーマのイベントやってる時に訪ねてきてくれて、あ、そうですそうです。はい。で、まあ出てもらったのかな。あの時いきなり僕出てるんでしたっけ。そうか。出てるような気がする。そうですね。まあそれが最初だったからね。で、最初ユーマと妖怪の話をして。あっという間に10年一昔って感じだよね。そうですね。だから今日はそんな思い出話もいろいろできたらなと思うんですけれど、今回ですね、トークのお供にはですね、今回というか毎回なんですけれど、トークのお供には毎回ゲストの方がリクエストしてくれたドリンクを用意していただくことになっているんですが、こちらの山口さんのリクエストドリンクはこれ何ですか。あ、これルイボスティーとジンジャーエール。ルイボスティーとジンジャーエール。これはなんか山口さん思い入れがあるんですか。いや、好きなだけ。ルイボスティーとジンジャーエールが好きです。何の思い出もない。本当に何も思い出ないんですか。いや、ただ味が好きなだけだ。あんまり飲んでるイメージないですけど。いや、でもね、遠赤だったら必ず僕はジンジャーエール飲んだよね。ああ、そうですか。で、お茶とかね、はまあルイボスティーとか、緑茶とかウーロン茶とかあんまり飲まないんで。山口さんあれですもんね、僕もそうですけどアルコールほとんど飲まないじゃないですか。飲まないからね。で、なんか迷信かもしれないですけど、子供の頃なんかジンジャーエールって半分お酒だみたいに言われてて、なんかだからお酒の代わりに飲んでなんか大人の気分を味わったりとか子供の頃僕はしてたんですけど。ないね。あ、そうですか。じゃあ特に何の逸話もなく。何の逸話もないね。なるほど。まあ酒飲んで次の日仕事ができない自分が嫌だから。ああ。だから僕は一生酒を飲まないという。飲もうと思えば飲めるけど、その自分のポリシーとしてお酒は飲もうと思えば飲めますよ。中ジョッキ6杯ぐらいビール飲んだりしてたから。でも次の日しんどいから、でそのパフォーマンスのね、コストパフォーマンスが下がっちゃう、っていうのが嫌なのかな。この番組ってあれなんですかね。今後はアルコールとかも持ってくる人いるかもしれないですもんね。あ、いるだろうね。あ、とりあえずじゃあ山口さん、飲んでみましょうか。お好きな。じゃあちょっとジンジャーエールを。ああ、うまいね。確かに。久々に飲みましたけどね。美味しい。コーラよりかはジンジャーエール派だよね。山口さん覚えてるかどうかわからないんですけれど、去年の年末ぐらいに山口さんとさらに飛鳥明夫先生も交えて3人でなんかハウススタジオみたいなところでパーティー形式のトーク番組をやったら、トーク中ずっとご飯食べててトークしてなかったっていう。誰が？いや、山口さんもですよ。僕あれ見返したら最初に食べ物を手つけてたのは山口さんでしたよ。だってお腹空いてたからしょうがないじゃないですか。多分それもあったんで、今回飲み物だけにさせられちゃったのかな。食べ物置いとくと、いやみんな3人のせいですけど、食べ物置いとくとこいつらトークしねえなって思われたりとか。いや、飛鳥さんがさ、いろいろ休んだことの理由付けで喋るじゃない。だからその飛鳥さんに任せて、中澤君があの時初 MC だったから任せて、俺はちょっと一歩引いてたのよ。本当ですか？で、孤独を紛らわすためにハワイアンピザを作ってた。孤独を紛らわすってそんな感じですかね。そうですか。これルイボスティーも。ルイボスティー。ルイボスティーって僕飲んだことあるかな。ないの？ルイボスティー。お茶の味の違いが。ルイボスティーで合ってますか？ルイボスティー。ルイボスティー。どこの国のお茶ですか？どこの国だったっけ？まあいいじゃない、細かいこと。まあ何も由来ないんですもんね。何も思い入れないんですもんね。好きなだけですよね。好きなだけ、味が。ちなみにこの番組ゲストの方にですね、お土産も持ってきてもらう決まりなんですけど。お土産はですね、あなたのテンションが上がるお土産をチョイスしてたんですよ。絶対上がると思う。ちょっと開けさせていただきます。僕も何だか知らないんで。あ、なんだろう。あ、もうわかる。いや、まだわかんないですけど。わかんない。いや、なんかの化石ですかね。おお、化石はいいね。ああ。さあ、何の化石でしょう。わかる。ああ。これは山口敏太郎さんからのお土産で、皆さんこれわかりますかね。草食恐竜のうんこをいただきました。これね、初 MC でしょ。はい。運がつくようにってことで、そんな小学生みたいなんだけど。あ、でも嬉しいです。へえ。いや、前欲しいとか言ったでしょ。あ、そうですね。やっぱり恐竜の、僕恐竜が胃に消化を助けるために石を食べてたって言われてて、その恐竜の遺跡は結構持ってるんですけど、やっぱ遺跡があるならやっぱうんこも欲しいなと思ってたんで、あ、嬉しいです。これはちょっと鶏と一緒だよね、恐竜は。鶏も石を食べて消化に役立てるよね。嬉しい。山口さんからいただいたうんこを大事に。これは地球の歴史が詰まってますよ。ちょっと家に飾っておきますね。はい、ありがとうございます。ちょっとテンションが上がっていただけたんでしょうか。毎回だからこの番組何回続くかわからないんですけれど、お土産がいっぱい増えていくんだなと思うと嬉しい番組ですよね。本当に。なかなか僕初めてなんで、うんこは、いろいろ化石は持ってるんですけれど、うんこは今までこれスタッフの人に買いに行ってもらったんだけど、その時の会話が変だよ。どういうことですか？俺事務所で交わしてたんで電話かかってきて。ちょっとうんこ売り切れみたいですって。え、うんこ売り切れなのって。おかしい、バックヤードにうんこあるはずって。店員さんに聞けばわかりますか。うん、店員さんに噴石、うんこの化石、噴石ありませんかと言えば、うんこがあるはずです。わかりました。うんこ買ってきます。意外と人気商品なんですよね。多分ね。何を言ってるかさっぱりわからない。まあ確かにそうかもしれないですね。はい。いやでも本当に。もうね、恐竜、僕やっぱ恐竜好きなんで、もう恐竜の化石とかそういうのいっぱい持ってるんですけど、これはもう本当に、もう恐竜の情報が続々俺のとこ集まってるからね。どういうことですか？俺アトラスラジオって YouTube でやってて、はい、やってますね。はい、あれのおかげで結構ね、全国のオカルトファンがね、はい、チャンネル登録してくれて、はい、ガンガンメールくれるわけよ。はい、さあ沖縄に翼竜がこう2羽飛んでた。あ、恐竜ってのあれですね、過去の話じゃなくて今目撃してるっていう証言がどんどん集まってきてる。それで、あるプロレスラーさんの団体の、はい、応援をしていた、まあ、お金持ちの社長さんが、はい、あれ北方領土の近海で、はい、その人のお父さん漁師でもう首長竜。を間近で見ていた。すごい優しくて襲ったりしないの。首長竜まで。あいつら肉食ですよね。でも首、まあでも魚とかなのかな。魚。ほんで漁船と一緒に並行して泳いだり、で止まると一緒に止まって首を上げる。でね、1頭2頭じゃないんだって、行くたんびにいるんだって。北方領土に首長竜が。同じやつじゃなくて、で何頭もいるんだ。ちっちゃいやつ、大きいやつ。で今日のやつは大きかったなとか話してる。いいですね。これがすごい。こういう話、はい。こういうユーモア、最新ユーモアの話がどんどん入ってきてるから。これあれですよね、徹子の部屋じゃ絶対しない話ですよね。首長竜の話はしないよね。北方領土を首長竜してほしいですよね、あの番組でもね、こういう話、ね。いやだからロシア、はい、北方領土を返さないのは、はい、実は太古の生物がいるからじゃない。なるほど、保護してるんだって DNA とかを独占したいとか。奴らはあの首長竜の DNA を、はい、持ってるはずだよ。いやだからこういう話が面白いんだよね。そうですね。やっぱりね、今日もね午前中僕はその。YouTube のアトラスラジオでインタビューを撮ってたんですよ、はい、で鹿児島のミュージシャンの吉野さんって人にインタビューを撮ってて、はい、でカッパに会ったことがある人なんです。ミュージシャンの方も薩摩は、はい、鹿児島はね、はい、カッパのことをガラッパって言うんだよ。あ、はいはい、でガラッパ丼に会ったことがあると。おでそれは近年の話ですか。近年の話よ。これ平成に入ってからだ。あ、平成になってガラッパがそれぞれ35歳だから、はい、あ、もう全然若いんですね。子供の頃こう出てたら、はい、親父がね夜勤の仕事やってて、はい、2時頃帰ってきて「おい、起きろ起きろ!」って「ガラッパ丼がそこにおるぞ!」えっ!」って思って「はい、ガラッパがいるの?」って言ってそしたら声が聞こえるんだって「ヒーヒーヒー」って聞こえるんだ、はい、で「えっ父ちゃんあれがガラッパ丼?」って言ったら「うん、ガラッパ丼に間違いない」とか言ってこう2人で行って声がする方に行くわけよ、はいはい、そしたら川があってな、はい、で川の下の方で泣いてんだよ。「ってで近くまで行こうと思ったら近づいたら分かるんだな、人間来たって「へい!」って言って姿消しちゃった。あ、消えたんですね。多分水に潜った。でね、お父さんはもっとガラッパ丼を見てるんだよ。少しずつやっぱ数は減ってるってことなんですかね。いや、未だにいるらしいよ。でその人のすごい田舎なんだって、はい、で集落にちょっとよろずやみたいなのがあって、はい、そこのよろずやの3代前のおじいちゃんが川を飛び石で渡ってたらガラッパに足をつかまれた。戦後の話だよ、はい、昭和20年代ぐらいの話、ガラッとつかまれて「はい、あ、ガラッパだ」って「ね、わしのやつを邪魔しよってからに」ってこうナタ農家だから、はい、カゴショってナタ持っててバーンって切っちゃった。はい、で透明だったのが、はい、切ったら実体化するんだよね。ですぐガラッパ丼の手が実体化して「これは珍しいものが手に入ったわい」とこう入れてカゴに。やっぱり手なんですね。大体カッパって切られるとこ手じゃないですか、なぜか。でこう帰って寝てたんだって。そしたらもうすごいそのおじいちゃん高熱になっちゃって、そしたらもう周りにいっぱいどんどん気配が増えてくる。ショッカーの怪人みたいですよね。ショッカーみたいな。ショッカーっぽいな。ショッカーっぽいんだよ。でどん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 家を取り囲む感じなんだよ。じゃあめちゃくちゃいっぱいで「じいちゃん大変だぞ」と「ガラッパ丼が家を取り囲んどる」と「これじいちゃんが手を切ったからじゃないか」って言って、それでもこの手を掴んでじいちゃんが熱を押して外に出て「ガラッパ丼!」って。わしが手を切ったことは悪かった、うん、でもこの手はもうつかんと、その代わり水神として祭るか7代、うん、子孫代々祭るから、うん、どうにか許してくれんかみたいなこと言ったら「はい、ヒーヒーヒー」ってちっちゃくなった、はい、でガラッパが逃げていって、その祠が戦後だよ、はい、戦後作られた祠が今もあって、はい、今も子孫の人はこう毎朝夕お参りに行ってるって。はい、あ、でも昭和20年代の話っていうのとちょっと興味深いですね。なんか本当に日本昔話みたいな話ですもんね。それどころか平成10年頃にある、はい、その家の隣の家が、はい、ガラッパ丼の通り道なんよ、うん、通り道でガラッパが、はい、川から山に行くんだよ、はい、冬になったら山に入るじゃん、はい、カッパはね、我々、ね、はい、水木しげる先生の本でも読んでるから、はい、読みます、はい、その通路を開けとかないとすごい怒る、うん、ああなるほど、ガラッパ様の道をちゃんと作っとかないと、開けとかないと「うん、へい!」って怒っちゃうガラッパが、はい、それでなんか塀をね、はい、わざと崩してる。ああ、カッパが通りやすいようにっていうんですか。そう、庭を通っていくから、はい、それでその隣の人が「はい、いやうちにはガラッパ丼が通る道があるからね」って。え、本当に?」って。じゃあその吉野さんが「見たいですガラッパ丼」って言ったら「いいよ、じゃあ見に来な、この何日に通るから」って言って、で行ってこうずっと朝から見てたら、はい、姿は見えないんだけど、うん、立派通るんだって「ヒー」。あ、声は聞こえてるんですね。聞こえてる。「ヒー」って。でそこにお団子とか置いとくんだって、お酒、はい、そうすると喜んで山に行く。その先ほどの話を聞くとカッパっていうのは傷つけられなければずっと透明で入れるんですかね。死体になったり手を切ったりすると実体化する、それが平成10年に最大のピンチが訪れるんだよ。平成10年、はい、近所のおばあちゃんが山の畑で仕事をやってる時に、はい、ガラッパドンの道を思わずこうお尻出してお尻でこう塞いじゃったんだな。なんでですか？草に飛んで夢中になっちゃったから。はいはい、草むしり。そしたら「へい!」って声聞こえて、まあガラポトンが人間めわしの通路を邪魔したなってもんだよ。一気に取り囲まれて、でそれがぐるぐる回り始めるんだよ。へいへいってこれもショッカーっぽいじゃん。まあそうですね。囲んでくるくる回る。でそれをたまたま近所のおじさんが軽トラで通りかかって「ばあちゃんが倒れとるんではない」と。何か「ナンバダブナンバダブ」とか言って言いながらうずかむって「これはガラッパドンに襲われとるんじゃ!」と思ってガーンってもう車でププーって鳴らしてで突っ込んでいってばあちゃんを救出した。うわ、平成10年だよ。すごいですね、こんな話が。妖怪はまだいるんだよ。いやもうね、冒頭からもうすごい興味深い妖怪の話が飛び出しているんですけれど、この番組の中ですはですねオカルト何がおかしいすいません、初回からのグダグダでね、ちょっとこの先不安がいっぱいですけど、オカルト新四六というコーナーがありまして、生配信中にですね、ゲストの、まあ、今日山口さんですね、ゲストのプロフィールを作っていくというコーナーなどもあるので、視聴者の皆さんからも、山口さんへの質問を、募集したいなと思います。ツイッターで、質問を募集しております。はい、ハッシュタグ中澤の部屋をつけて、どしどしお送りいただければと思います。はい。でまあ山口さんの質問とかいろいろあればそれをちょっと番組の中で聞ければなと思いますし、他にもオカルトの体験談、まあ先ほどのガラッパの目撃談みたいなそういう体験談とか、あと番組へのメッセージ、激励。あとですね、まああんまり厳しいのはちょっと困るんですけど、クレームなどもね自由にお送りくださいということで。あとアトラスラジオで話題になった牛人間の剥製の話だな。ちょっと待って、後で聞きますね。すごい興味深いです、牛人間。はい。また配信中にですね、生電話をかけてもいいという方は、ツイッターのファミリー劇場さんの公式アカウントがあるんですけれど、そこに DM で電話番号を送っていただければ、もしかしたらもう電話をかけて僕ら2人とちょっとお話ができるかもしれないというコーナーがありますので、はい。なるほど。ちょっとね電話どんな人がかけてくるかわかんないんですけど、もうすでにね結構応募はあるみたいなので、はい、ちょっと後ほどねお電話コーナーなどもやろうと思います。で今回ですね改めてまあ僕と山口さん先ほど最初に言ったんですけどもう10年以上のお付き合いなんですけれど、まあまだねそういう2人の馴れ初めとか知らない方もいると思いますし、まずそもそもまあ山口さんがねどういった方なのかとかそういうもう基本的なことをねちょっと振り返りとかお話できたらと思うんですけれど、まあ山口さんの専門ジャンルみたいなのってありますか？まあ何でもできるってイメージですけど、超能力も得意だし、オカルトで苦手ジャンルってあります？ないですよね。何やっても気候だって占いも俺タロットとか西洋占星術でホロスコープ書いたりもできるし、風水もちょっと勉強したし、で別に超能力も好きだし民俗学も歴史ミステリーも死ぬほど好きだし、あれなんですよね山口さんって。でも入り口はいろんなジャンルがあるけど妖怪が好きで割と入ってきたような感じなんですね。本籍妖怪だよね。本籍が妖怪、本籍妖怪。山口さんがその妖怪の目撃談の中にユーマとかもあるかもしれないし宇宙人の目撃談もあるかもしれないみたいな入り口が。だから一番僕がテンション上がるのは妖怪とユーマ。ああ、じゃあ最近あれですよね、本当にアトラスラジオとかでも妖怪の目撃談すごい集まってきてるからテンションが多いな。こんなに妖怪見てる人いるんだって。だって俺アトラスラジオでいろんな投稿メールもらうんだけど、はい、牛人間広島、はい、廿日市市ってあるじゃん、はい、あそこの小学校でなんかね小学校で牛人間の剥製があったと、はい、で先生が見せてくれたとか、はい、あるいはその忍び込んで勝手に見たとか。はい、牛人間なんてこれ中澤武史が喜びそうなネタだな。まあまあそうですね。なんとか人間とか好きじゃん。はい、大好きですね。ね、どうやらそれ形状がよく分かんなかったんだけど、いろんな人に情報を集めてもらったら体が牛で顔が人間、九段のことだね。ああ、牛人間ってそっちなんですね。九段のことなんだ。牛女かなと思ったんだよね。体が人間で顔が牛っていうパターンもあるじゃん。確かに。あっちのパターンかなと思ったんだけど。結局カッパ、まあガラッパもそうなんですけど、今はみんな名前統一してるけど、場所によってね呼び方もバラバラだったりとか、あとなんだかわかんないから別の名前で伝わってるものとかも多分たくさんあるんでしょうね。いやだからね、そういう妖怪の話が出てきたり。でやっぱりその割とね、いろんなその現代人が妖怪を見てるんだよね。ヌエを見たとかね。山口さんの本で好きだった本が、本のタイトルいつも忘れちゃうんですけど、今までは心霊写真みたいに紹介してたものを山口さんが全部妖怪に、これは妖怪なんとかの写真だって全部紹介してる本があって、僕めちゃくちゃ名著だと思ってるんですけど、全然売れなかった。そうらしいですね。クレーム続々なの。幽霊なのに明らかに幽霊なのに妖怪と言い張ってるみたいな。でもそれもね、明らかに幽霊って意味わかんないじゃないですか。だってわかんないもんね。あなた幽霊ですかってインタビューしたわけないのにね。そうなんですよ。その昔の妖怪の文献とか見てても、その幽霊と区別つかないのとかいっぱいあるから。つかないよね。あの妖怪のリアルな妖怪の写真集とかっていう概念がなかったんで、あの本は。僕は衝撃的だったんですけど。いやだからね、幽霊はリアルだけど妖怪はいないでしょってよく言われるのよ。はい、もうそれが俺妖怪本籍の妖怪ファンとしてはね、はい、悔しくて。でやっぱりその妖怪は漫画のキャラでしょって言われるのがね、僕は誤解だと思うから、どうにか妖怪を復興させたいなと。なるほど。で僕は YouTube でアトラスラジオって始めたのは、はい、ネットの妖怪談義。柳田邦夫先生がね妖怪の話を集めたでしょ、はい、あの当時は28人の弟子を集めて、こう郵便書館で集めたじゃん、はい、これは今ネットを使って集めればもっと妖怪団が集まるじゃん。確かに今実際集まってますもんね、山口さんの周りは。ああ、まだ追っかけてるネタだとね、京都の人がくれた情報で、ヌエの墓があるらしいんだよ。これがねもう元がなくなってる清水寺の近くのあんなところに、六花亭って書くのかな、六花亭っていうのか、あそこの近くの崖に妖怪ヌエの墓があったんです。あのヌエを倒した槍とかが祀られてるのもあるじゃないですか。実はね、あの時のヌエじゃなくて、別にヌエがいるんですか。あのね、平清盛がやっつけたヌエがいるらしいんだよ。はい、それの墓があったらしいんだよ。へえ。だからこの妖怪ヌエの墓っていうのはちょっと俺確認したくてさ、はい、ちょっとまだこれアトラスラジオでは紹介してないんだけど。はい、ちょっとね現場に行ってちょっと僕は確定、ちょっと現場を見たみたいなと。なるほどね、いろいろ、牛人間の剥製の行方もね、まあそうですね、いろいろ寺に預けたとか神社に預けたって話もあって、これもちょっと僕はいずれ確認したいなと。今なんかいろいろそういう妖怪の話とか、まあ妖怪だけじゃないと思うんですけど、いろいろ集めてるってことですね今ね。そうなんだよね。やっぱり僕はでも本当に山口さんの、出会いというか出会う前なんですけれど、どっちが先かちょっと記憶曖昧なんですけれど、山口さんの「日本の未知生物案内」っていう、日本で目撃されてるいわゆる未確認生物だけでもう分厚い一冊を作った本があって、あれが僕が大学生の時ですかね出て、衝撃を受けて、で僕もユーマ好きだったんで、あの本を持って、その本に載ってるユーマを探して、キャンピングカーで日本1周っていうか半周ぐらいして、いろんなユーマを探すっていうのをやってて、すごい大きい影響を受けたんですけれど、最近ね思うのが、いろんな今ユーマたくさん紹介してる本あるじゃないですか。で僕はその土の子とかが近所の山にいるかもみたいな探検は別とすれば、ユーマが目撃されてるって伝わってる場所に初めて行ったのが、猪苗代湖のイナッシーだったんですよ。イナッシーの話があって、ただイナッシーって意外とそのユーマが大量に紹介されてる本でも大体載ってなくて、なんでなんだろうと思ったら、今すごいユーマ図鑑ってものすごい数出てるんですけど、おそらくですよ、あれの本の大きな元ネタが山口さんが出した「日本の未知生物案内」なんですよ。あの本に載ってるユーマはその後の本にも引き継がれてるんですけど、山口さんの未知生物案内は伊那市に載ってないんですよね、逆に言うと。でも逆に言うと、あの本に載ってないユーマはその後出たユーマ本に全然引き継がれてないっていうのにこの間気づいて。結局他のユーマ作家は俺に何パーセントかマージンを戻る。それは分かんないですけど、ただやっぱりその山口さんの何ていうか、もうとにかく情報を大量に集めて、それを紹介するっていうスタイルはやっぱりかなりいろんな人たちに後に影響を与えてるかなと。あれはね、ちょっと俺は子供の頃に、名前を言わないけどいろんな作家さん本出すじゃん、でやっぱりお年玉で本を買うわけですよ。でね、買って、去年出たやつに比べてユーマが3種類増えてるとかね、5種類増えてるとかいうのがあったのよ。はい、でまあそれでいいかなと思ったんだけど、でもそれって小出しにしすぎだなって子供頃に思ってたんだよね。これじゃお小遣いいくらあっても足りないやと思ってて、であるいはこう入れ替えるだけで新しい妖怪増えてないっていうのもあったわけ。まあ多かったですね。でしんどかったから、はい、でまあ笠倉出版で出した時に、はい、俺はもうこれは侍ジャイアンツの作戦でいくしかないなと、うん、知ってる侍ジャイアンツ一応あれですよ、1試合終わるごとにもうボロボロになる漫画ですよね。侍ジャイアンツで最終回だよ、はい、当時は日本人が大リーグと戦うってことは夢の時に、はい、大リーグと戦うシーンが最終回であるのね、はい、ですごい強敵なのよ、はい、で最後は分身魔球とハイジャンプ魔球と大回転魔球と全部合わせるんだよ、はい、合わせたミラクルボールを投げて勝つんだよ、はい、で俺が持ってるユーマの知識を全部入れてやろう、それで俺はこれをヒット作にすると言って、はい、もう全力出し切ってもう書き終わった後しばらく3日ぐらい具合悪かったんだよ。あ、じゃあ日本の未知生物案内ってのはもう山口さんにおけるもう侍ジャイアンツみたいな。そうそうあれミラクルボールなんだよ。あでもあれは本当に僕はやっぱり最初見た時びっくりして影響も受けましたし、あの時ってまあ今より全体的にコンビニ本が安い時代っていうのもあるんでしょうけど、うん、あれ500円ぐらいですよね。500円であの中身ってのは濃いと思う。そうですね、あれは衝撃的で、当時僕も大学生でしたけど、うん、例えばあれを小学生の頃とか見ちゃってたら、うん、もう大変だっただろうなとは。もう頭パニックになるよね。そうですね。だからなんだ、うん、それまで日本のユーマってせいぜい、うん、どうだろう50もな紹介大体ユーマ本見ても50も載ってなかったですよね。20、30だったねぐらいでしたよね、うん、その要は世界のユーマがいっぱい紹介されてておまけみたいにちょっと載ってるぐらいだったのが、うんね、山口さんが初めていや日本だけでもこんなにユーマあるんだよっていうふうにやってて、図鑑形式のユーマっていうのは初めてだね。ああそうかもしれないですね。図鑑にしたのユーマを図鑑にしたのは僕は最初で、あと現代妖怪を図鑑にしたのは僕は最初なんだよね。なんか日本の未知生物案内の後に現代妖怪図鑑出して、本当にいる宇宙人図鑑とか、ね、宇宙人図鑑宇宙人写真集はあるんだけど、はい、宇宙人図鑑も一応僕は最初かなっていう印象はあるけどね。やっぱそうですね、山口さんでそういうなんか図鑑作ってるイメージが僕はすごいあるから、うん、なんでしょうね、昔で大友庄司さんみたいなね、なんかああいうそういう影響をやっぱいろんな人に与えてるのかなっていう。だからね、最初からもう全力で、いやもうこれは天竜源一郎の教えだよね。誰ですか？誰ですか？プロレスだった。山口さんそうですね、山口さんプロレス大好きなんですけど、僕プロレス本当わかんないんで、例えがね。天竜は大相撲でも活躍したんだよ。あ、そうなんですか。だから天竜さんと俺1回しかテレビの共演してないけど。でも共演してるんですか。すごいじゃないですか。してる、広島ホームテレビで。顔は浮かんでないですけど今天竜さんね。あれもうノーテレビの田舎のノーテレビマッチで誰も客が1000人ぐらいしかいないところでももうあれだろ、両国並みの20分ぐらいファイトするんだよ。これがもうプロだと思って俺のプロフェッショナル論が構築されたから、宇宙人図鑑もあの時の全力を出したし、で現代妖怪図鑑もあれも異常でしょ。そうですね、今なんかパクったような本がいっぱい出てるけどあれも結局俺が最初にやって、うん、あれの種本になってるのがいっぱいあるもん。まあでもそうだと思います。多分山口さん初で、まあ、山口さんがまとめて発表したものが結構後のも引き継がれてるのは、僕もやっぱ好きでオカルト本とか読んでるんで、まあそれはやっぱ感じること多いですけどね。そうだね、図鑑作る作業が30代から40代にかけてあったから。あれ僕山口さんと知り合った時28かそのくらいだったと思うんですけど、あの頃山口さんっていくつぐらいだったんですかね。あの時12年ぐらい前。12年前ぐらい40になったぐらいじゃないの。あ、そうですか、うん、あれ今の僕とあんま変わんないぐらいの頃が。ちょうどあの時関西テレビに怪談グランプリの企画を持ち込んだりね。あ、その頃だったんですね、うん、それから2、3年後緊急検証シリーズと出会うのか、4、5年後か。割とその後なんですか。そう、だから割とあれからいろんな関わりが出てくる番組とか増えてくる時期だよね。山口さんだからこれからもうどんどんいろいろやっていく、もう今一歩飛び出すぐらいのタイミングで僕はあった感じなんですか。まあその頃もたけしさんの番組とかも山口さん活躍されてましたけどね、すでにね。いやだからよく言われるよね、なんか信長と秀吉の出会いだってよく言われる。あ、僕秀吉でいいんですか。めっちゃいいポジションなんですけど。だからちょっとこいつ裏切るんじゃないかなと。秀吉は裏切らないでしょ。秀吉の信長最後までついてってたでしょ。ただまあそうですね、秀吉だと思ったら早く光秀出てくんないかなとちょっとね思っちゃいますけど。いやあれは都市ボーイズの早瀬説があるけどね。光秀なんですね。早瀬。いやでもね、はい、俺はね、光秀は信長の最後まで最大の理解者だったんで。ああ、ある意味信長をやったのは、はい、多分ね、家康か秀吉と手配したの。山口ってじゃあ僕が手配してるってじゃあやっぱ僕がなんか山口さんに汲み取ろうとしてるじゃないですか、それ絶対。いやでもその度量はないからね。あまあまあ別にあれですね、別に僕まあお金とかの天下ってわかんないですけど、別に天下取りたいとかはないんで。いやね、でもね僕はねやっぱりね、まあサラリーマン経験が17年ある俺がね、オカルト界というエンターテインメント分野を整備しないといけないと思っていて、僕の場合で整備しといて。ちょっと反社会的な連中とかを排除して、はい、それでオカルトのアウトラインっていうのを作っていかないと、はい、ちょっとこの業界は第2のオウム事件みたいなことが起こる可能性があるから、まあね、それはちょっとね、ちょっと危ない人は僕はそのたんびに排除してますよ。なるほど。だからね、やっぱり僕がある程度まあ僭越ながら地ならしみたいなのをして、でまあ都市ボーイズとか中澤君とか次の世代に引き継ぐっていうのが僕の役割なのかなとは思ってるけどね。そういう話を聞くとね、光秀が出てくるのはもうちょっと後にしといてほしいですね。まだまだね地ならしの最中だから今まだ本能寺の変を起こされると秀吉困っちゃうから。本能寺の変終わってるんだよ。あもう終わってるんですか。秀吉いつ天下取れるんですか、その場合。だから歴史変わっちゃった。変わっちゃった歴史の秀吉嬉しくないな、あんまりな。そうか。いやもうだから多分天下統一無理だからね。天下統一できない秀吉なんて価値ないじゃないですか。そんなことないか。そんなこと。秀吉天下統一する前のがいいですもんね。大体秀吉の人生見てると天下統一した後ちょっとね迷走しちゃうからおかしくなっちゃうんだよね。そう考えて秀吉は天下取らない秀吉ポジションの僕は一番いいですね。まあ優秀な武将でいる方がいいんじゃないの。ちょっと嬉しいですね、その例えは。もうだから3年前に俺は体調崩してちょっと大阪の仕事できなくなって血圧が異常に高くなってね。今健康ですよね。だいぶ健康になった。だからもう今130ぐらいで。だからあの時が本能寺、本当は死んでたんじゃないかなと思って、これもう異世界じゃないかなと先ほど俺は思って、時間変わったんじゃないかなと。あの時本当は山口さん死んでるはずだったのに今別の世界に来てるっていう。そう。じゃあ山口さんが死んでる世界もあるんですか、どっかに。死んで中澤君が天下を取ってる世界があるんで、そっち行きたい気もするけどなと。いやでもおかしくなるんで。まあそうですね。僕は多分あんま上に行かない方がいい立ち位置だとは自分でも思ってるんで、自分の性格的にもね。いやだって会議論者と戦えないでしょ、あなた。まあ戦いたいとも思ってないんで、素手で都学会と殴り合いとかできないでしょ。まあ都学会とファミレス行きたいですね、僕はね。いやいやいや一緒にハンバーグとか食べながらね。いやもうそれは都学会とガンガンやんなきゃダメですよ。そうですかね。まあちょっと戦争しない主義で僕は一応多分。いやでも建設的な意見だったらどんどん変わってくる。もちろんそれは全然ね。変な喧嘩じゃなければいいですよね。感情的になる気持ち悪いやついるからね。ここでですね、緊急検証シリーズで発表した山口さんの過去のプレゼント一つご覧いただこうと思うんですけれど、昨年末に放送された第6回紅白オカルト合戦のものを用意したんですけれど、これね非常にインパクトあるプレゼンでしたんだけど、ちょっとね見た後にですねすいませんすいません。このミスした時のごまかし方がまだ下手なんですよ。こういう時に上手い人はさもね自然にトークを戻すんですけど、今ちょっとミスをしましたね。ミスしたの。はい。どうでした？前回のプレゼンの反響とかは。まあまあ良かったんじゃないの。これを言えなかったんですよ、さっきね僕ね。まだまだ。ということでですね、一回このプレゼン見てもらってその後ちょっといろいろお話できればと思いますので、早速ご覧ください。どうぞ。はい、ということで第6回紅白オカルト合戦で山口さんがプレゼンしていただいた「言霊ラプソディ」を見ていただいて、これあれなんですよね、年末大晦日放送してるけど収録10月ぐらいだからもう半年ぐらい前にねしてる話なんですよね。いや面白いこと言ってるなと思って山口さん自分大好きですからね。俺が一番面白いなと思ってそれは分かんないですけど、いやでもあれですよね、これやっぱり収録してるうちは去年の10月だから、10月の時点でこの話してるのすごいなと思ったのは、多分もう都市伝説的にこの山口さんの仮説がもう広まってるっぽくて、つい最近民放の「ほんまでっか TV」ってあるじゃないですか。バラエティ番組見てたら誰からか聞いた話みたいな感じで、ほとんどこれと同じ話をしてる方がいて、誰からか誰が元ネタなのかその人も分かんないんだけどっていう感じで言ってたんですけど、だからもう広まってるんだなと思って。ちょっと調べたら俺だって分かるんだと思うんだけどね。でも会話の流れでそういえばこんな話あったなって多分ポロって言ったところがオンエアで使われたってことだと思うんですけど。ツイッターでいろいろ来たから俺もよく分かんなかったんだけどね、そういう時はぜひ使っていただきたいんでね。まあそうですね。落ちております。編集の最中にスタッフさんもね調べたら元ネタどうもここっぽいぞってね気づきそうだからね、ちょっとここは。でも広まってるみたいですよこの話は。だって今日人類滅亡の日でしょ。え？知らなかった？2020年3月20日。マヤ暦でしたっけ？マヤ暦の解釈が違った今日だったと。それ結構チャレンジスピリッツですよね。今日ってまあ申し訳ないけどほぼ外れるじゃないですか。よく言えますよね。いやだってさ、インド歴も今日だなんて言い始めてる人がいて、今日はよくないと思うけどな。まあ俺全部ツイッターでも俺書いたけど、滅亡なんかしねえよって書いたの。でやっぱりねだから俺思ったんだけど。100日目のワニが今日死んだんでしょ。ああそうですよ。今日ねもう多分これがやってる頃は僕まだ見てないけどどう死んだのかわかんないですけどね。漫画の最終回のことを言ってたのかな。マヤ歴がワニのでもかぶってるのはすごいですね。でもマヤ歴はワニの最後。確かに日本人は今ワニの死で僕も今山口さんが言ったから番組の集中しなきゃいけないのにワニの死がちょっと今すごい気にかかってきてるんですよね。間違いないよ。いや昨日夜寝る前にフェイクの漫画読んじゃったんでなりきりアカウントとかいっぱい出てきてるからいろいろ考えたの。俺は3月が何だと動物の森の発売日だなとかねいろいろ考えていてワニが死ぬ日だいいですね。これ謎解けマヤ歴のだから滅亡なんかしませんから。まあでも山口さんがそういうこと言うと安心しますよね。やっぱ山口さんが滅ばないよっていうとだからノストラダムスの時も山口さんではなかったですけど当時僕読んでたオカルト本では滅びるって言ってた人の方が少なかったんでだいぶ安心したなっていうのはありますね。だからねアセンションはしなきゃいけないんだけどそれはもうちょっと時間をかけて一人一人がねこう成長していくべきであって、いきなり人類が滅亡するなんてことはないですよ。そうですね。今回のそのプレゼンも言霊の話じゃないですか。で今日思いの力でそういうものを変えれるっていうので言うと、変えれます。例えばこういう人類滅亡するよみたいなメッセージ発信してて、それ真に受けちゃう人がいっぱい出てきたら本当に世の中悪い方になっちゃうかもしれないっていうのがありますよね。だからまあこれはあくまで都市伝説だけど闇の勢力というのは。例えばまあライトワーカーでかっこめの男の子を用立てて、その口からもう3月20日までにアセンションしないと滅びるよって言わせるとか、まあ結構いろんな手口をね闇の勢力は使ってるっていうふうに言われてるよね。そういうものと山口さん戦ってはないけどよくオーストラリアの人とかアメリカの人がメールくれるのよ。でまあこういうふうなトレンドがアーバンレジェンドで出てますよと。でこれは全部偽情報ですよっていう。だから偽旗作戦って言ってね。だからまあ陰謀論もなかなか面白いよねこれからね。今回オカルト紅白でやったプレゼンになんかあれからまあ収録してから半年ぐらい経つんですけどなんか補足情報みたいなのって何かあったりしますか？補足情報ね、まあ思いが現実を変えるっていうことで、ちょっと山口さんのその理論をですね、ビデオ講座にしてくれって言って。あれですよクローバー出版の方から僕のビジネス本をですねこう講義にしたやつが発売になったっていう。それはこのプレゼンを見た出版社の方がそうこれ面白いねオカルト本じゃなくてビジネスの方にも使えるっていう。まあ個人の宣伝なんだけどね。そうですね完全な個人的な宣伝でいやでもねなんかもう50超えたらそういうことを言ってもいいかなと。だって俺作家っていう言葉を使えるのは、ハードカバーで小説を出してからだ、しかも40超えてからだって決まりを作ってたのね山口さんの中で、で先生と呼ばれるのも40超えてからだとなるほど平気で先生と呼ばれてる、中澤先生とか特にこだわりはないんでどう呼ばれてもいいですけど俺びっくりしちゃった、吉田裕樹君とか中澤武君のことを、吉田先生中澤先生とビンタロウさんこういう話したことありますか言われて。え吉田裕樹先生って吉田先生誰って中澤先生誰のことって2人のことだったんだいろいろありますからね呼び方でも僕も出版の仕事もしてるから分かるんですけど、なんとなくもう界隈はとりあえず編集さんとか先生って外に言うときは言うとかあるじゃないですか。だからまあ僕もあんまり気にしてないというか多分僕の世代は逆に言うとあんまり先生っていう言葉に重みも何も感じてないっていうのが。いやだから俺は50を超えたらじゃあビジネス本を出してもいいというラインを引いてるんですけど70もあるよ。70になったらちょっと水木先生がやってたようなちょっととぼけた可愛らしいおじいちゃん路線にチェンジする。山口さん70になったら可愛いおじいちゃん路線に行くんですか？何言っても許されるキャラになる。全然ならなかったしな。そうですね、今のなんかところちょっとそっち路線は見えないですけど、見えないですけどね、そっち目指してるんですね。一応そういうね、水戸黄門路線にいずれシフトして、アバウトのちょっと頭の中でラインがあるけどね。バーチャル世界論の話だったじゃないですか、今回。そういうものなんかさらに裏付けるような逸話みたいなのがなんかあったりしますか。そうだね、やっぱり俺はもう確実にバーチャルだと思うね。ここはもうもうすでにバーチャルだと思う。でなんかね、俺思ってるんだけど、やっぱりね、マンデラエフェクトっていう現象がいっぱい出ていて、はい、これもアトラスラジオで話題になったんだけど、はい、マンデラエフェクトって知ってる？わかんないですよ、マンデラエフェクト。あれこうだなと大勢の人が思ってるんだけど、はい、実際に歴史上では違う結果が出てる。例えば、はい、このメーカーのこの商品が出てたって記憶を持ってる人がいっぱいいるんだけど、はい、実際にメーカーに問い合わせてみるとそんな商品は出てなかった、ね、そういう歴史が違ってる。みんながでも何人かの人たちが同じ認識をしてるってことですよね、それは。例えば最近ね、僕のそのアトラスラジオにいただいたハガキで印象深かったのは、はい、昔モアイは肩から下がなかった、はい、手がなかった、うん、今こうやって手があるじゃん。そうですね、はい、昔はね、肩までしか手がなかった、はい、でだから歴史が変わってませんか、これマンデラエフェクトでしょって来たんだよ、そうやってみたら俺が子供の頃ってモアイの手ってなかったなと、いろいろ聞くと結構ない派が多いんだわ。ずっとあった、子供の頃。僕はなんとなくあった派です、あった世代ですけどね。違う事件の人です。そうですかね。違う事件の人。なるほど。だからね、違う事件の人からこうクロスオーバーして今同じ事件にいるけど、またここでまたいろんな事件に分かれていく。だからね、やっぱり人の思いがどんどんいろんな時間軸を作っていって、そこに僕らがやっぱりこうショートレンジで飛んでジャンプしてるんだね。だからもっともっと良くなる、世の中が良くなると思っていくと、思念の力でいい方向に世の中がいくと。ただあれじゃないですか、山口さんはその、もちろん山口さんも嫌なこともいっぱい体験するわけじゃないですか。それは山口さんの思いの力では勝てない何かがあるってことですか。油断すると嫌なこと起こるね。油断、気を抜いてると。それはじゃあもう強制的にポジティブにいないとすぐに不幸が来ちゃうみたいなことですか。だから人間ってやっぱ心が乱れる時があるじゃない、はい、乱れた時にバンと入ってくるね、嫌なこと、不吉なこと。でもそこでめげたらダメなんだよね。めげなくて気持ちをポジティブにチェンジして、はい、思考を変えていくと、はい、やっぱり世の中ってよくなるね。じゃなるべく前向きにね、みんな生きていったんだけど。そう、高輪ゲートウェイ行きましたか、山さん。まだ行ってないんですよ。まだあれですもんね、できたばっかりとか開通したばっかりですもんね。そこも象徴的な場所になるっていうことで。いやだからね、今ね、一応まあ金融的にちょっと資本主義が行き詰まってるじゃん。はい、だからやっぱりその資本主義経済もなんか仕事を戦時する時期に来てるのかなとかね。でまあ都市伝説の類だけど。はい、デフォルトする国が出てくるとかね。で、まあ、ヨーロッパの大手銀行がもう実質倒産状態だとかね、はい、いろんなね、英語圏のBBS 見てるといろんな情報があるわけですよ。はい、でまあこれも、まあ、あくまでフォークロアだなと思ってるところもあるし、はい、いやでも、ね、資産防衛のためにこれ金を保有するようにした方がいいのかとかね。なるほど。預金封鎖に備えて、はい、現金で持ってた方がいいのか。でも診察切り替えのタイミングでその現金は×0.8 しか交換できませんとかなったらどうしようとかね、考えなきゃダメなんだよ。全く考えてなかったですけどね。あ、そうなの。全くその辺はもう、いやちょっと金とかにした方がいいとはよく言うじゃないですか。よく言う。金が一番強いよって言いますけどね。え、もう結構金にしてます。いや、金、僕はまあ株をいくつか持ってるのと不動産持ってると現金だよね。結構いろいろまあ持ってます。いや、いろいろ分散してますよ。そうですね。僕も全部現金だからな。株価やっぱりニューヨークとか日本の株価が落ちてるから、はい、買い時だっていう投資家の人もいるけど、はい、僕はまだもっと待った方がいいんじゃないかなっていう気がするよね。株買う時ってやっぱ超能力者とかに相談したりするんですか。超能力者に相談したりするんですか。どうだろう。いやでもね、はい、中津川すばるが株に強いんだ。あ、ちょっとそれあれですよね、アカシックレコードっていうの、宇宙のすべての記録が見れる人ですよね。見える男、ね。だから中塚君に相談しようかな。彼が株強いのはちょっとリアリティを回すじゃないですか、能力に対して、ね、意外とね株の闇がすごいんだよね。名前は出せないですけど、超能力者の人って金儲け下手な人多いじゃないですか、多いね。それが僕はちょっと疑う理由の一つになっちゃうんですけどその中塚さんの株強いっていうのはちょっといい話じゃないですかね。ちょっと期待したい、ね。僕もちょっと相談しようかな。アーリーさんにも相談してんだけどさ、アーリーさんあんまり経済興味ないみたいだからさアーリーさん上がる会社の株教えてとは前言ったことあるんだけど、分からランガなんで終わるアーリンさんはあれですもんね、前世滝沢馬琴さんが売れるって言ってた人ですよねあれは多分冗談で言ってたんですかね。リニアの名前あるじゃないですか、はい、はい、あれ01になりそうだっていう感じはしてますか。まだいやでも多分俺が言ってしまったから歴史を変えられちゃうかもしれないね。確かにもうオンエアされちゃってるから今やったらもうだって、はい、新しい時代も漏れると変えるでしょ。はい、まあそうですね。漏洩するとなんか言語とかも実はもう事前に出ちゃってたって説ありますよね。言語出ちゃうと変えちゃうんじゃない。でだからいろんなああいう国家的なレベルプロジェクトだと漏れたら変えてくると思う。ファミ劇までチェックしてるんですかね、国家が。いや、ファミ劇はマークされてると思います。確か国家が監視してるんですね。監視してますよ。この番組を監視してるかもしれないですよね、国家がね。いや、俺のファンの警察関係者たくさん見てるからね。見てる。じゃあそこから漏れちゃってる。ですぐちょっと上司に連絡してます。ファミ劇やばいです。じゃあまあ01じゃはもう発表しちゃったからおそらく違う名前にはされちゃうかなっていう感じですかね。まあその可能性があるよね。でもなんとなくね、僕はポジティブな未来に行けるんじゃないかなっていう感じがあるんだよね。なんか暗い未来ばっかりみんな考えがちだけど、やっぱりねやっぱりみんな思念で暗いことを考えると暗い方向に世の中行っちゃうから、そうですね、ちょっとねみんな元気出して明るい未来考えようよって。やっぱオカルトの世界って終末思想とか好きな人多いんでド M の人が多いよねあれどういう心境なんですかね。 M なんですかやっぱりあれは。いや M だとなんか滅亡したい願望みたいなのあるんじゃない。僕本当ないからそういうのが、その山口さんみたいな人がもうポジティブなオカルトを発信していくのはすごい大事というか、やっぱオカルト本70% ぐらいは不幸でできてるような本が多いんですけど、ねね、人の不幸が載ってる本がいっぱいあるから、それはビジネスになるからだよ。人の恐怖を煽った方が本の売り上げ上がるから。みんな怖い恐怖が好きなんですかね。そうなんだからオーバーにオーバーにあるでしょ。で割と俺なんか割と冷めた口調で書くから、はい、なかなかねそこら辺は冷静になってだから逆に売れなかったりする場合もあるよね。まああれなんですよね。僕も山口さんの本で、僕はまあ僕が好きな本と山口さんの本の中で売れてる本っていうのは必ずしも比例しないじゃないですか。僕めちゃくちゃこの本良かったのになっていうのが意外とね、なんかそんなに伸びなくて、まあ例えば何？いやさっきも言った妖怪の写真集もあんま良くなかったと聞きましたし、あとあんま言っていいんですかね、まあユーマ対談集とかあったじゃないですか。あれはすごいいい本だと思ったのに、あれも結局あれもオカルトストロングスタイルですよ。あれも増刷とかできなかったんですもんね。あれもユーマの最高レベルの戦いがあの本の中に入っていて、天野道博さんと実吉達夫さんと山口敏太郎さんの対談本が。いやでもね、はっきり言って天野さんはついてこれなかったはっきり言うけど、はっきり言って俺と実吉さんがグラウンドで V1 アームロックとかチキンウィフェイスロックかけ上がってて全く何言ってるか分かんないですけど天野さんはついてこれなかったよ。天野さんはちょっとユーマの見方お二人とは違いますもんね。違うところで見てきた人だから、生物学をベースにしてあったから。いやそれでね YouTuber がちょっと浅いオカルトの見地でユーマを語ろうとはしてるけど、俺としてはね、俺と実吉さんのこの強烈なスパーリング、藤原義明とカール・ゴッチのスパーリングみたいなこれ僕が伝わってないだけならいいですけど視聴者の方に伝わってればそれでいいんですけど。伝わってるよみんな。そんなにうんって言ってるよ。いやいや誰もない。みんなそんなプロレス好きなんですかね。そうだよ、好きだよ。いやみんなが伝わって僕だけ伝わってないならもう全然。そうだってもうツイッターでみんな言ってるよ。じゃあいいですけれど。中澤分かってないなって。プロレスだっては本当分からないんでね。いやでもねあれぐらいのレベルでねほんででもあれをねパンク町田さん動物研究のパンク町田さんに言わせたら面白いって言ってたよ。YouTube のパンク町田さんに俺のと実吉さんの対談のあの本ね、はいはい、あれはそうですね。ああこれ面白いねって。珍しいですよね。僕ユーマの本いろいろ読んでますけど、あんなに動物学的な話してる本って少ないとは確かにね。いやだから動物学者とか動物研究家はすごいユーマのことをバカにする人がいるから、俺と実吉さんの対談本読めば、いかにストロングスタイルかって分かるってことだよ。だからああいう本がそんなに数字は伸びなかったのが僕は悲しいなと思うんですよ。いい本なのになと思って。だから軽薄でちょっと頭の悪い文化が広がりすぎてるってとこだよな。なるほど、もうちょっとやってほしい。まあ俺もやっぱり大学院で修士号を取ってる学者だから、はい、やっぱ研究者としてちゃんとした試合をやっとかないとね、うん、アメリカンプロレスみたいなのやるわけにいかないからさ、アメリカンプロレスが分からないですけれども、君がやってることだ。あ、もういや、アメリカンプロレスが分からないから君がいやそれをやってるとはあんまピンとは来なかったんですけど、ブルース・ケルトンマンとか台風人間、あれはアメリカンプロレスなんですね。アメリカンプロレスジャスト僕は分かんないですけどね、もうランディ・サベージみたいなもんだよね。全くわからないんですけれど、ここからは企画コーナーに移ります。ファミ劇オカルト紳士録を作ろう。はい、このコーナーはですね、オカルトゲストにさまざまな質問をぶつけて知られざるプロフィールを発掘するコーナーです。質問は、私中澤武が考えてきたものに加え、視聴者の方々からツイッターで送られてきたものもあります。はい、ここにいろいろね、発掘した情報を、オリジナルのオカルト紳士録として、ファイリングしていく予定です。だから今後もゲストの方の毎回ファイリングしていて、イメージとしてはですね、これ山井さんにも伝わりやすいと思うんですけれど、仮面ライダースナックとか、プロ野球チップスなどカードの裏面に書かれた情報みたいな感じをイメージしてまして、いずれこの番組としてはですね、オカルトチップスを出そうという野望が。本当なの？野望だ。あくまで野望。本気で出すの？そうですよ。だから山口敏太郎カードとかチップスの中に。なるほど。それを目指してるだけですけど、予定は一切ないですよ今のところ。ああ、じゃあなんかあれなの？例えば深月ゆりらラッキーカードとか当たり。ありますあります。なんで深月ちゃんがラッキーカードかわかんないですけど。まあ例えばね。今ね。それ面白いね。なんでここからどんどん質問をしてここにちょっと山口さんのデータをいろいろやっていこうと。まあなんかねあ、そうか、すみませんね。いろいろあります。いや、自分で書くのかなと思ったら。ちゃんと待ってますよ。スタッフさんがやっていただけるみたいでね。挙動不審だね。挙動不審。じゃあ、山さん、ちょっともういろんな質問、オカルトに関することとか、そうじゃないことも含めていろいろ聞きたいんですけど。まずはユーマのことで、山さん、一番好きなユーマなんですか。今ですよ。ブルーマウンテンズパンサーだよ。何ですかそれ。ブルーマウンテンズパンサー。オーストラリアのブルーマウンテンズってところで出没してる謎の黒ヒョウだよ。へえ。これはいいね。これ一番好きなんですか。かっこいいね。ああ。エイリアンビッグキャットよりかっこいい。ああ。ABCより。でっかい猫みたいなヒョウ。いやもうエイリアンビッグキャットの時代じゃないから。エイリアンビッグキャットの時代ありました。いやもうあれが人気を博した時代だったけどさ。まあそれなりにユーマファンの間ではね。合ってますか。ブルーマウンテンズパンサーです。パンサー。パンサーだよ。ね、やっぱり横文字はね難しいですよ。もうちょっとしっかりしてくれないと。じゃあだからあれですよね。そのでっかい。ヒョウみたいなやつですね。ヒョウみたいなやつがいるんだよ。まだ未確認の新種のヒョウみたいな。こいつはやっぱ俺来ると思うな。山田さんこういうユーマ結構好きですよね。あとネッキー好きだよ俺。ネッキー好きですね。ネッキーって知ってる？ネッシーみたいなやつですよね。どこに出るか知ってる？どこでしたっけ？イギリスの。ネッキーは北米大陸じゃなかったっけ？あ、そうでしたっけ？ネッキーね。ネッキー今ちょうど調べて書いてるんだけど。ネッシーよりちょっとちっちゃいやつですよね。あいつはね、船と衝突して失神したんだから。ネッキーの方がね。ネッキー、うなぎみたいなやつ、失神して30分ぐらい浮いてて、はって気がついて逃げたっていうところが可愛いよ。じゃあネッキーも候補で入れときましょうか。ネッキー、ポッキーのね、ポを根にした感じで。あんまり面白くない。いや、じゃあ字間違わないように難しいからユーマの名前はね。ユーマの意外とそういう弱いエピソードとかね。いや、だって可愛らしかったね。じゃあちょっとプライベートというかあれなんですけど、山口さんが初めてデートで見に行った映画は何ですか？覚えてない。女の子と行ったデート。初デートで何の映画を見に行ったのかなと思って。女の子と行った映画。覚えてないね。初は、じゃあ初じゃなくてもいいです。印象的な映画館デートの何を見に行った時に。かみさんと初めて行った映画はゴジラじゃなかったかな。平成ゴジラだった。ああ、そっか時代的に。何だったかな。デストロイヤーかな。あの頃お付き合いされてたんですね。僕が中学生の時だ。確かそれぐらいだよ。それは奥さんは喜ばれたんです。すげえ嫌がってた。確かあんまデートで見る映画では確かにまあなかった。いやだってかみさんの誕生日に俺大仁田対ターザン後藤の電流爆破デスマッチ行ったもん。それは奥さんは喜ばれたんですか？怒ってない。面白くないって言って。後結婚できてよかったですよね。そんないろいろあって。そうですね、品種受かってました。山口さんはあれですか、学生時代とかには、ね、自分から告白とかする方ですか？違うよ。告白待つ方派なんですか？いや、待つ方じゃないよ、ね、自分から告白する方。自分からってしてもらう方が多かったかな。あ、じゃあどっちかというとしてもらって。そうだね、バイト先の女の子とかね。それはやっぱり山口さんとしては、うん、なんだろう、断られるかもみたいのがあるから自分からあんまり行かなかったっていう感じですか？いや、あんまりそんなの興味ないんですよ、恋愛事とか。恋愛興味ないんですか？あんまり。昔からそうだよね。あんまり。それよりかプロレスと妖怪とユーマとかの方が。あ、じゃあもうラブストーリーとかあんまり。好きな恋愛ドラマとか。恋愛ドラマとかね、はい、まあ流行りだったら若い頃は見たけど、はい、しゃらくさくて見ないんだよ。あ、そうなんですね。あんな映画。なるほど。好きだとか別れたとかそんなこと世界の情勢で影響がないんですよ。いや、もうそんな分かんないですけど結構あるような気もします。もっと大切なことがあるんですか？いや、好きなテレビドラマとかなんですか？好きなテレビ、一番ハマったやつ、はい、好きなテレビドラマ「俺たちは天使だ」。おお、いいじゃないですか。世代を感じますね。もう俺中学生の時、はい、あのドラマ一番好きだった。なんかこういう感じの日常の何気ない質問でもいいんで、ハッシュタグの中澤の部屋でぜひ山口さんに聞きたいこと何でも。あと原田知世がやってた原田知世版のなんかあったじゃん、セーラー服と機関銃のドラマって。原田知世じゃなかったっけ？ちょっと僕世代がね、違うかな。どっちだったかな。山口さんでもその世代なんですよね。去年の年末の、まあ、放送今年でしたけども、たけしさんのビートたけしの超常現象 X ファイルで石野真子さんが出るって聞いてちょっとテンション上がってましたもんね。ちょっとドキドキしてました。そういう世代なんだなとはちょっと思う。俺世代だからさ。そうですね。真子さん、私のドンと呼ばせてくださいとか知ってる？わかんないですよ。ああ、そうなんだ。ちょっと知らない。あ、山口さんの一番。ジュリーがライバルって知らない？なんとなくふわっとしてる。知らないのか。そうですね。あ、もうダメだよ。いや、まあちょっとその辺はちょっと知らない。山口さん最初に好きになったアイドルは誰なんですか？一番最初はキャンディーズですよ。ああ、もう誰派ですか？キャンディーズ。スーちゃん好きだったな。スーちゃん、ゴジラ VS ビオランテ。ちょっとなんか。こっちかよ。いや、みすーちゃんといえばビオランテのヒロインじゃないですか。なんかね、ちょっと優しいところが好きだったね。ああ、なるほど。ちょっと待って、今中澤の部屋の質問とか来てるかな。あ、知らないか、名前は。質問があります。バナナさんからの質問で、断食は辛くないですか？これあれ多分山口さんがダイエット断食されてます。断食ね。あ、断食、すみません、断食。断食とは言わないでしょ。断食ですね。こっちかお前。そうですね。断食は辛くないですか？おかしくなっちゃうね。断食は辛くなかったかなって思います。はい。断食、いや辛くないですよ。あ、もう辛くないんですか？もうランナーズアイと一緒だからすごいテンションが上がるよ。はい。だから去年は4月、6月。で12月ってあって、はい、今年まだやってないんだけど、はい、まあそろそろ断食3日ぐらい。あれですよね、多分ちょっと痩せすぎた感じがあるから今ちょっと戻してる感じですかね。ちょっと6キロぐらい、5、6キロ戻したね。でただまだもう一回ね、はい、やっとかないと、はい、ちょっと頭のさえが来ないから、やっぱりちょっと断食で自分を追い込むのが必要。じゃあこういう質問も皆さんぜひね、どんどん、うん、山口さんってわらび餅にすごい凝ってるっていう情報を僕は持ってるんですけれど。あ、俺はわらび餅王を目指す。わらび餅王になる、うん、わらび餅王に、今の山口さんの夢っていうのはわらび餅王になることなんですよ。で僕は何回もその話聞いてるんですけど、わらび餅王って何なんですか？あ、それはわらび餅を世界に伝播する役割ですよ。セールスマンみたいになりたいですね。ああ、そうです。だから中国人とかアメリカ人がなんか日本のおはぎがうまいとかね、なんかお団子うまいとか言ってるけど、何を言ってるんだと。日本の和菓子で一番美味しいのはわらび餅ですよ。わらび餅とフラットウッズモンスターだったらどっちのが好きなんですか？ああ、厳しい。そこ厳しいですか？マジですか？厳しいこと言うなよ、迷うじゃないか。いや、そうですね。そんなにわらび餅好きなんですか？わらび餅は砂糖とか入れてないんだよ。砂糖とか入れて甘くしてるっていうのはすごい頭の悪いお菓子だよ。頭の悪いお菓子ってなんですか？わらび餅は砂糖とかそういう離れ技使ってないんだよ。それなのに美味しい。しかも透明でクリアだろ。透き通るも、濁るものは何もないんだよ。なるほど。日本文化だよ、そこが。むちゃくちゃ思いっきり砂糖入れて甘くしてないところが品がいい。あんまり余ってるお菓子じゃあんま好きじゃ余ったらくないじゃない、わらび餅って。例えば1か月ぐらい前にバレンタインありましたけど、チョコとかあんま好きじゃない感じですかね。チョコもまあ食べますけど、わらび餅結構送ってくれましたけど、バレンタインはわらび餅をむしろ送ってほしいと、来年以降はチョコよりもわらび餅がいいし、あとなんかいろんな品物送ってくれたよ。マンモスキンとかね。あれもらい物だったんですね。マンモスキンは皆さんご存じないと思うんですけれど、ちょっと解説をしていいですか。その永久凍土の中から出てきた先史時代の枯れ葉菌の一種だね。納豆の一種さ。それを今山下さん毎日飲まれてるんですね。飲んでますね。あれは趣味で。あとね、いろんなものをもらったよね。質問が来てますね。尾形博さんからですね。血を見るのが意外にも苦手だそうですが、気持ち悪いね。そうなんですね。ホラー映画も見るのはダメそうですが、今まで見た中で山口さんが今まで見たホラー映画の中で一番怖かったものは何ですか？一番これ怖いなと思ったのが、ホラー映画で。ホラー映画、女優霊かな。ああ、確かにあれは怖いですね。あれはいいんじゃない？かなりいいと思うけどな。その後リングとか中田監督撮られますけど、個人的に僕も女優霊のが怖かったかな。あれはいいと思うな。うん、それからなんだろうな。あんま知らなかったけど、あれですか、山口さん血見るの苦手なんですか？血嫌いだね。ホラーって結構出るじゃないですか、血。あれは。あ、だからちょっと顔をしかめてるよ。ああ、意外。あ、こんな女子高生みたいに見てるんですか。映画の仕事、解説の仕事って来るじゃん。はい。パンフレット書いてくれとか、チラシのコメントとか、それで犯罪映画、猟奇殺人のやつもサイコホラーだから出す時あるんだけど、あれをねちょっとね映画を見ながらコメントを考えてる時が一番ちょっと辛い。あ、じゃあスプラッタとか苦手？スプラッタ苦手なんだよね。あ、そうですか。まあそれは映画として見るけどね、作品として。どうしても仕事柄そういうの見る機会多そうですもんね。あんまり好んで見ない。血まみれの美少女が好きとかいう中澤君とはちょっと違う。いや、人の性癖をね急にぶっ込まれてもあれなんですけどね。じゃあちょっとその流れで山口さんお聞きしたいんですけど、なんだよ、好きな AV のジャンルは何ですか？ AV のジャンル、ジャンルいろいろあるじゃないですか。好きな AV のジャンルは何か？好きな AV のジャンルは熟女もの。熟女ものが好きなんですか？いや、ちょっとなんか和風旅館が出てきて、そこのおかみとかそういう設定が好き。今もご結婚されてますけど、今でも時々見られてるんですか？その奥さんの目逃れてちゃんと見てるんですか？奥さん寝てからだよ。寝てから。じゃあまだ元気で見てるんですね、今もね。いや、時々なんか送ってきたりする人、友達とかくれたりするから。くれる友達がいるんですか？この監督の作品だったら見ようかなと思って見たりする。なるほど。で、ただもうなんかプロになっちゃったから、ああこれ脚本ダメだな、破綻してるなとか、ああこれスタッフの影が映り込んでんじゃないとか、なんかね、ああこれ違う作品で見たセットだとか、なんかそういうのは気になるな。もうダメだ。メモのところに熟女ものっていうのがなぜか書き込まれないんですよ。好きな AV のジャンルがなぜか書き込まれないんですけど、これなんでなんですかね？いや、それはなぜだろう。ファイリングに入らないんですかね。例の仕業だ。不思議な、そうですね、質問が。そうですね。あ、これもね、いろいろあります。あ、まあでもあれですね、感想とかがねたくさん来てるね。オカルトチップス、オクレトチップスが発売されたら大人買いするとか。チップスで思い出したけど、山口さんはやっぱチップスといえば仮面ライダーだと思うんですけど、一番好きな仮面ライダー誰ですか？歴代ライダーの中で難しいな。デザイン的にはアマゾンライダーのデザインが好き。アマゾンのこれ山口さんいくつぐらいですか？アマゾンの時小学校の割と高学年だったんじゃないかな。世代なんですね。アマゾンがデザインが好きで、歌が好きなのは仮面ライダー X。銀の仮面に黒マフラーだったっけ？なんかあの辺りのオープニングが好き。あの頃が X とかアマゾンとか。でもね、ヒーローとしてかっこよかったのはやっぱ本郷武史だね。やっぱり初代にはね、やっぱり。まあでも一文字隼人の登場は衝撃だったよ、子供の頃から。リアルタイム仮面ライダー世代ってことですか？当然だよ。あれ、山口さん何年生まれでしたっけ？41年生まれ。そうか、そうなんですね。ほんでもういきなりなんかわけわかんないやつがさ、クックーってやったじゃん。俺らだから変身ポーズをリアルにやってた世代だから、一文字隼人ができたら、なんだこのニヒルなやつはと思っちゃう。じゃあ山口さんは子供の頃やっぱライダーキックとかそのネタやったやったやった、いくらでもやった。だから本郷猛を真似してたんだよ。ちょっと本郷が熱血なキャラじゃん、だからそういう俺仮面ライダーが好きだったのに、ちょっとクールでニヒルな一文字入ったが出て、なんだこいつに馴染めないなと思ってて、でも結構ダブルライダーの時はもう胸を取ったけどね。意外とそうですね、だからやっぱ世代が違うんでね。そうか、そういうのは。ウルトラマンは最初何だったかですか、リアルタイム。帰ってきたウルトラマン。あ、そこから入ってる世代ですね。帰ってきたウルトラマンでゴー隊員をいじめる隊員がいるんだよ。あれ誰だった、岸田隊員。岸田隊員ですね。あいつが嫌なやつでさ、俺もう毎週見てイライラしてる。なるほど、そういう世代なんですね。あとやっぱグドンが一番好きだね、デザイン的には。かっこいいから食べるやつね。そうそう、あれがかっこよかったな。なるほど。例えば映画とかで一番好きな映画、ジャンル関係なしだと何ですか。いや、まあ一番よく言ってるのは僕は坂本龍馬の「浪人」っていう武田鉄矢さんがやったやつが一番好きですよ。山口さんといえばね、坂本龍馬好きっていうのはすごいもうご存、まあ、知ってる人も多いと思うんですけど、そもそも何きっかけで好きになったんですか。高校時代に「幕末青春グラフィティ」っていうのをテレビでやってたんだよ。でね、福沢諭吉と坂本龍馬とあと一人ぐらい取り上げられたのかな、幕末の偉人がドラマになって、でそこで1回目がね坂本龍馬だったの。それでちょうど大宮か、大宮で龍馬がいるところ、武田鉄矢扮する龍馬がいるところを、見回り組の佐々木、に扮した沢田研二が入ってきて、沢田研二ファンでもあるから。あ、沢田研二さんのファンでもあるんですね。沢田研二ファンです。全然ジュリー大好きですよ。そうなんですね。小学校6年生の時に勝手に仕上がれで大賞を取って、もうそれ以来のずっとファンだから。ああ、そうですか。であれなんですよ、もうバサッと武田鉄矢扮する龍馬を切るんだよな。それでちょっと切った佐々木がちょっと錯乱するんですよ。でそのシーンからビートルズでジョン・レノンの曲が流れて「浪人坂本龍馬」って始まるのよ。でオープニングが衝撃的すぎて、16歳のハートをつかまれたんだよ。この坂本龍馬という人物は一体何者だ。16歳か、じゃあ思春期ですもんね。そうなのね。まあ四国で育っていたから、ああこんな人が四国から出てるのかっていうのがすごいショック受けた。大事なことね、山口さん四国出身ですもんね。そう、徳島ですよね。そう。まあ茨城の千倍いい町。急に茨城ディスりをしなくても大丈夫なんですけどね。でもね、そう、感想か、質問というか感想が多いんですね。感想が多いの。まさかのグドンとかあるんですけど、皆さん本当好きな怪獣みたいなそういう質問でもいいんで、ぜひねどんどん送ってほしいなと。好きな怪獣。なかなか山口さんにね。ビーコンも好きだよ。ビーコンも好きだよ。ああ、帰ってきたウルトラマン世代ですね。ビーコンですね。あとキングザウルス13世だったっけ。3世ですね。3世か。あいつも好きだったな。あとね、誰が好きかな。あとね。俺はねあいつ好き、エースキラーも好き。エースのあいつも強かったし、あとマグマ星人は大嫌いなんだよ。レオン。なるほどね。敵役でダサい感じ。ダサいしやり方が汚いから。山口さん奥さんとの初デートでもゴジラ見に行ってるじゃないですか。意外と徳オタなんですかね。そういうの徳オタなんですかね。だって俺の世代は普通に生きてれば特撮見てるから。ああ、そうか。そんなマニアックな趣味ではなかったから、別に当たり前にレインボーマンも、もう変身忍者嵐も全部ボルムワンも全部見てるから。そういうものはやっぱり今のオカルトの仮説にもなんか影響を与えたりしてるんですかね。影響を与えてるだろうね。だって普通にバロムクロスとかって友達遊んでたもん。友情が満タンにならないと変身できないやつですね。喧嘩すると変身できないですよね。なんかくだらねえ設定だなと思って。ごめん、くだらないって言わないでください。子供の頃から。水木しげる作品の出会いはいつなんですか。もう幼稚園ぐらいじゃない。じゃあウルトラマンとかでやっぱ早いんですね、水木先生。鬼太郎は幼稚園ぐらいから見てたね。あ、ウルトラマン見てた幼稚園頃から。ああ、そうか。じゃあまあ入り口は同じぐらいだけどっていう感じなんですね。いや、もうだから僕は第2部鬼太郎だよね。第2部鬼太郎。白黒が第1部でしょ。その次の鬼太郎から幼稚園ぐらいにあれがあったのかな。あれを見ていて、まあ再放送で何度も見て、水木しげるの小学館から出た「妖怪なんでも入門」で妖怪にインスパイアされるわけです。妖怪なんでもにもで、そんな昔から僕が子供の頃も買ってた本なんで、あれやっぱり長いロングセラーだったんですね、あの本。そうですね、まあ、小学校低学年かな、うん、低学年ぐらいに佐藤有文を買って、うん、その後水木しげるを買ってと。妖怪なんでもにもで確か冒頭でネッシーとかも載ってるから、なんかそのユーマと妖怪のねリンクみたいのも。あ、質問が来てますね。尾形宏さんからなんですけど。まただ。そうそう、同じ人ばっかり。みんな感想でね、質問意外と来ないんで、皆さんこんな貴重な機会ないんでね、どんどん質問送ってほしいんですけど、天竜源一郎さんのベストバウトは何ですか？ちなみにまだ続きますね。僕はランディサベージ戦かと思います。シャツ抜いてガーってぶつけるやつだ。全く分かんないですけどもう天竜がサンダーストームで入ってきて、はい、ランディ・サベージが「ヒー」とかやってたら「この野郎!」ってこう下からシャツ投げるやつだよ、はい、あれはもう俺会場で見てて、はい、あちめえと思ったよ。あ、リアルに会場で見てるんですか？ほとんど名勝負見てるよ。え、じゃあ山口さんにとっても、ベストバウトはランディ・サベージ戦でいいんですか？あれはね、確かにプレス1胸が熱くなった試合だけど、はい、俺にとって天竜のベストバウトは、はい、鶴竜対決で天竜が勝った対決。鶴竜対決何回かやってんだよ。鶴竜対決って何ですか？鶴竜対決がわからない。鶴田と天竜が戦うと鶴竜対決ですね。それが一番良かったのと、長州と初対決したんだよ。長州は長州力さん。長州力とでね、エプロンで長州がバックドロップを仕掛けて、天竜さんがエプロンでぶつかるんだよ。頭を打って落ちるんだ。それで確か天竜さんが負けちゃうのかな。エプロンってん？エプロン。いや本当にわかんないんで、全然わかんない。リングの端っこだよ。あれはエプロンって言うんですね。ロープの横ね。あれはエプロン。あれも落ちちゃうじゃん。落ちるところでバックドロップを長州さんがするんだよ。天竜さんが落ちちゃうってところはね、ちょっとああと思ったね。この多分尾形さんはね、分かってる。分かってると思いますね。あのシーンねって感じで。またすいません。また尾形さんからです。なんなんだよ。尾形さんしか質問しないの。なんかね、みんな質問しにくいのかな、ちょっとね、もっと気軽にね送ってくれていいんですけれど、一応これ山口さんの質問ですね。ゴジラ映画で一番好きな作品は何ですか？で、一応なぜかできたら初代ゴジラ以外で選んでほしい。メカゴジラの最初の作品、ゴジラ対メカゴジラ、あれはねもうすごい衝撃だったよね。沖縄で戦うやつですね。キングシーサーも出たじゃん。はい、キングシーサーとかチタノザウルス。はい。あ、チタノザウルスは次の映画ですね。あ、次か。はい。キングシーサーがダサくてさ、なんでこいつ出てくるんだろうと思っちゃう。まあ結構思った人多いみたいですね。だよね。はい。うん。ジェットジャイアンもダサかったけど、はい、なんでゴジラの見方はみんなダサいんだろうと思ってね。でも山口さん、あの時期のあれですもんね。あ、一番好きなゴジラで、ちょっとゴジラ対メカゴジラですね。メカゴジラ。この辺女子には辛い。あれは名勝負。あれはなかなか見る勝負。確かに。筋肉マンの名勝負はバッファローマン戦だからね。あ、それも入れときましょうかね。筋肉マンの名勝負はバッファローマン戦。俺三男坊、うちの男三兄弟三男坊と一緒に筋肉マン見てて、で俺がプロレスをいろいろ教えてた筋肉マンで、でまあ三男は今も無事プロレスファンですよ。ああ、もうじゃあみんなで好きだったんですね。あ、兄弟三兄弟ね。え、他の兄弟の方はオカルトは好きなんですか？オカルト？どうかな。いやでもいない。あ、オカルトは山口さんだけなんですね。俺だけだ。まあ三男はちょっと興味があるみたいだけど、プロレスは3人とも好きだけど、オカルトは俺だけだね。なんかあったんですかね、一人だけっていうのは。いや、ちょっと俺が狂ってたから引いちゃったんじゃないの。別にそういうわけじゃない。まあでもいろいろこう並びましたけどね。でもアイドルは俺はあれだからね、本当に好きなのはキャンディーズと野瀬恵子と柏原芳恵だからね。野瀬恵子知ってるでしょ？一応名前は知ってますけど。ああ、歌歌えないとダメだよ。いや、そうですね。アテンションプリーズってあったじゃんか。はい。アテンションプリーズ。引き返すことなんかと知らない？すいません、わかんない。あれ名曲だったな。柏原芳恵さんですね。柏原芳恵よかったね。すごい。まあそこら辺が僕のその後高校時代早見優だけどね。ああ、早見優さんになれば僕も分かってきますよ。その時代になればね。ようやく。なかなかいいアイドルは出てこないね最近は。いや、いいアイドル、久保聡音ちゃんとかいるじゃないですか。誰だよ久保聡音ちゃん。見てるかもしれないんだから言わないでください。見てるかどうかは知らないですけどね。見てるかもしれないから。共演したら覚えるんだよおじさんは。矢部さんだって結構アイドルと今日多いですもんね。共演してるね実はね、多いから。この前 NMB の渋谷さん共演して、あの子かわいいね。かわいいですよね。もう顔覚えた。仕事しないと覚えないよ。そのうちだから久保聡音ちゃんとね仕事できるかもしれないですけどね。共演したら覚えますよ。その時を待ってますね。その時は僕なぜか現場についてってるかもしれないですね。あ、知らないですけど。そうそう、 AKB と仕事する時よくついてきてた。ということでね、もうこうしてね改めて聞いている見ないと知れないような情報がいっぱい出てきたんですけど、どうですか自分で見てみてこう。ああ、そうだね、あんまりない情報がいっぱいある。好きな AV のジャンルだけはなぜか書いてもらえなかった。これはスタッフの一存でカットしたんでしょうね。カットされちゃって生放送番組なんですけどね、まあ、そうですねみんなの脳内には熟女ものっていうのをちょっとねインプットしてほしいです。好きな食べ物とかも入れてほしかったね。ああ、そっか、それ系わらび餅好きとかあるけどね。あ、でもあれでデザート以外もなんかデザート以外もありますよ。生姜焼き、あ、庶民的なあと海苔弁。のり弁が好きなんですか。あ、これでもいい情報じゃないですか。だって今後山口さんと仕事する人は山口さんにのり弁を出しといた方がいいっていうね。中途半端な幕の内よりかのり弁の方が美味しいよね。ちょっとわかんないですね。のり弁美味しいよ。いや、美味しいですけど幕の内弁当も美味しいじゃないですか別に。幕の内でどれ食ってもまずい幕の内あるじゃない。知らないです。それよりか俺のり弁が好きなんだ。のり弁だってまずいのり弁あるんじゃないですか。そんなことないね。あ、本当ですか。のり弁は全部うまい。じゃあ皆さんね、山口さんと仕事する方はぜひのり弁をね。のり弁いいね。ということで質問を送ってくださった皆さんはねご協力。あ、尾形さんだけじゃん。来月は本当にね、多分みんなまだ感想は結構あったんで緊張してんのかな。もっとね気軽にね感想、本当にやばい感想は送られても来てもどうせ読まないんで、もっと気軽に皆さんね送っていただければと思います。また来月もよろしくお願いします。はい、ここからはですね、番組視聴者の方と生電話をつなぐコーナーになります。はい、思い切ってオカルト生電話。はい、放送中にですね生電話をかけてもいいという勇気ある人にツイッターのファミリー劇場公式アカウント宛の DM 宛てで電話番号を送ってもらっていますので、チャレンジャーなんですね。話したい内容は、ゲストの方への質問、最近あったオカルト体験談、それにストレートに人生相談みたいなことを何でも、大丈夫なので、ちなみに今のところなんですけど6人の勇者から電話番号が届いております。そんな奇特な人が6人も届いてますね。こんな夜に電話してもいいんですかね。そうですね、結構遅い時間ですからね、はい、ということでね。あ、じゃあ繋がるの？あ、今準備してると思うので、どんな人からかかってきますかね電話。可愛い女の子だったら中澤君が電話番号持って帰るんじゃない？持って帰らないです。それ心配する人本当にいると思うので、リアルで僕らには電話番号入らないんで皆さん安心して。なるほど。はい。スタッフさんから漏れないんで電話番号はね。ね。はい。なるほど。じゃあそれちょっと期待したいね。そうですね。面白い話とかね。ちょっとねいろいろこんな機会なかなかないと思うので。そうだな。なんかねあんまり面白い話がね。はい。もうちょい面白い話したかったね。どういうことですか。さっきのコーナーとか。ああ、質問ね山口さんにねいろいろね。そう。もっと皆さんね気軽に質問送ってもらえればよかったんですけれど。なかなかあれじゃないですか。僕も山口さんの好きなアイドルとかそういうのを聞く機会近くにいる僕でもあんまりないですからね。そうだね。ああいうのってやっぱり時代を感じるというか。あとあれ誰だったっけ？え？繋がったみたいです電話が。はい。はい。あ、もしもし。あれ？喋らない。もしもし。あれ？あ、聞こえてきた。あ、こんにちは。ありがとうございます。本当に初めましてどうも。お名前をお聞きしてもよろしいでしょうか。私サリードラゴンと申します。サリードラゴンさん。サリードラゴン。はい。はい。この番組見られていましたか、中澤の部屋。はい、そうです。楽しみに見ております。ありがとうございます。楽しく見ていただけてるんですね。ありがとうございます。いつもとても大変楽しいお話を聞かせていただいて喜んでおります。ありがとうございます。はい。今日なんか、どんなことでもいいですか、お話ししたいこととかがありましたら。そうなんです。基本的にですですね、私の主人の方がとてもあなたのファンでして。どちらですか、あなたというのは。中澤君なの。中澤さんです。本当ですか。ご主人が。どちらかというと私はビン様のファンなんです。つまり夫婦で別れてるんですね。奥さんが正常です。今お話しされてるすみません、お名前もう一回いいですか。サリーと申します。サリーさんは山口さんのファンですね。はい、ビン様のファンです。ビン様って言ってもビン様。ご主人さんが僕のファン。でもいいバランスですよね。もうすごく何か番組があったらもういつも見ておりますので。ありがとうございます。はい。なんかこの期間にじゃあまあビン様のファンということでビン様が今いるんで、なんか聞きたいこととかありましたら。もう本当にいつもビン様の本は必ず買わせていただいて読ませていただいております。ああ、今ちょうど書いてますよ。ね、あ、そうなんですか。夏発売でユーマの攻略本を書いてますので。本当ですか。それまたツイッターとかね、アトラスラジオとかで発表できると思いますので、ぜひお買い求めいただければ。はい、ありがとうございます。本当にたくさんユーマの本は出てるんですけど、本当にビン様の本はちょっと一味違うなと思っていつも楽しみになってる。そうですね。はい。否定するやつは否定しまくりですから、いないものはいないって書くユーマ本がこれから必要になってくると思うので、ただいなくても、ユーマのキャラクターとして面白いものは収録してるって感じですかね。もう本当に楽しいです。本当に毎回楽しみにしております。ありがとうございます。ご主人とお話ししてる時もどちらもオカルトが好きなんですよね、ご夫婦で。はい、そうです。旦那さんとお話しする時もビン様って言ってるんですか。はい、そうです。あ、そうですか。あ、ビン様って呼んでおります。ああ、いいですね。ご主人は僕のことなんて呼んでるんですか。中澤博士です。博士。素敵なビン様中澤博士ってもう素敵なご夫婦が。ご主人疲れてる。いやいや疲れてない。それはビン様はもう疲れてるでしょ、それは。そう。いや素敵。嬉しいですね。もうあれ、大体こうその手の書籍は大変揃えておりますので、こう特にユーマ本は結構揃えてますけど、こう本当に海外から日本のまで。でもやっぱり本当にビン様の方は一味違うので本当大好きです。ああ、なるほど。でテレビでも中澤さんのユーマ論というか非常にこう楽しいので、はい、もう本当にファンになって見させていただいております。もう姿ファッションセンスというか、それが私的で。ファッションセンス。こうファッションセンス、ありがとうございます。こうファッション。もうなんかこう、ホームページの見せていただいたんですけど。はい。独特な雰囲気が最高に素敵です。ありがとうございます。はい。どちらの応援もぜひ続けていただければと。はい。じゃあ。ありがとうございました。はい、また今後とも応援よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい。では次の方にね、6人来てるんで、はい。ちょっとまあ時間の関係もあるので、ちょっと全員は難しいかなと。中澤博士って呼んでるって。ビン様ですよ。いや、それは当たり前。当たり前ではないです。当たり前ではないですよ、ビン様ね。はい、中澤博士が結構ね違和感ある。確かに中澤博士は僕もちょっとびっくりしましたけどね。すごい夫婦じゃないですか。でもユーマが好きなんだね、ご夫婦。何きっかけでこういう夫婦は幸せですよね。だいたい片方だけ好きになるパターン多いじゃないですか。そうなんだよね。僕エゴサーチよくするんでちょっと心痛むのは紅白オカルト合戦両親が紅白オカルト合戦見てるせいでガキツカが見れなくて辛いっていう高校生のツイートを発見しちゃった時はね胸が痛みましたよね。ちょっとね。ダムことだけじゃないかな。別に。いや全然。オカルト紅白見てほしい。いや見てほしいんですけど高校生は本当はガキツカ見たいっていう嘆きのツイート見つけちゃった時ちょっと複雑なね。いやでも紅白オカルト合戦を見てるうちにオカルトに目覚めるかもしれないよ。そうですね。それはね。ね。それ。子供心ね、あれ繋がったのかな？繋がりましたかね。あ、もしもし。あれ？あ、もしもし。あ、もしもし。あ、はじめまして。あ、もしもし。はい。あ、お名前を伺ってもよろしいでしょうか？あ、ハンドルネームカイと言います。ハンドルネームカイさん。はい。覚えやすい。あ、番組はずっとご覧にいただけておりますか？あ、ずっと見てます。ありがとうございます。今のところはどうでしょうか、中澤の部屋は。いや、めちゃくちゃ面白かったですよ。なんか周りなんか規制みたいなものが聞こえるんですけど、大丈夫ですか。あ、大丈夫です。大丈夫です。そうなんですね。今甲斐さんはオカルト好きでこういう番組を見てくれてる感じですかね。あ、そうです。はい。中澤武さん大好きです。ありがとうございます。なんか聞きたいこととかありますか。ネッシーはいないって山口さんがおっしゃってて、まあそれがあれもう本当なのかなって。いないですよ。いや違うんですよ。多分山口さんと僕でネッシーって言葉の考え方がね、多分違うだけですよね、きっとね。プレシオサウルスがいるとは僕も思ってないんで、ネスコに、だからなんかはいる。でもしネスコにでっかいもんがいるなら、それはネッシーってことでいいんじゃないのっていうことですよね。でっかいもんもいないですよ。まあ正直いない可能性も高いかなとは思うんですけど、僕はいる派ですネッシーは。はい。でもネッシーはやっぱりプレシオサウルスであってほしいなってやっぱりずっと思ってたんで、でも山口さんの発言聞いてちょっと残念だったなって。でもそこで言うと僕もそうなんですけど、多分ユーマの本とかテレビとか出てる人でプレシオサウルス説をしてる人ってあんまり実はいなかったんですよ、実際には。だからこの辺がね、どうしてもその皆さんが思い描いてるものとリアルの違いが起きちゃうのかなとは思ってるんですけれど、なるほど。じゃあツチノコはいるんですかね。僕はネッシーもツチノコもいる派ですよ。山口さんどうですか、ツチノコは。いないですよ。みんないないじゃないですか。いや、ツチノコという種類のヘビはいなくて、ツチノコと呼ばれる特殊個体はいる。だから、なんだろうな、異常な、特別突然変異みたいなものが遺伝子異常かもしれないっていう。だからなんか目撃されてる何か土の子っぽいものはいるっていう感じですかね。だから突然変異の個体だよね。土の子という種類はいないけど個体はいる、ってことかな。そういう感じで見解でございます。わかりました。でも僕も土の子の正体ってちょっと見たことがあるんですよ。見たことがある？どういうことですか？ちっちゃい10センチくらいのヘビが土の子の形をして死骸でミイラになってたんですよ。それを持って帰ったら単なる山かがしの妖体の死体だったっていうのが。でも10センチ、そんなちっちゃいんですか、山かがしの妖体って。妖体だったらあるだろうね。妖体ぐらいだったらそうなんですね。それがミイラ化したら完全にツチノコの形してたんですよ、ね。それ山かがしって分かったのは誰かに鑑定されたんですか？もう地元の知り合いに聞いたら、これは山かがしの妖体だって言われちゃったんで。その知り合いの人はでも専門家とかではないんですよね、別に。専門家ではないんですけど、でもずっと地元にいる人なんて、これどう思います、山口さん。でも意外と専門家じゃない人って、なんとなくこんなん山かがしだろうって言っちゃうこともあるじゃないですか。そうだね、DNA を調べたいね。ですよね。ちょっとまだ断言するのはちょっと危険かなと僕は。捨てちゃったのかな。もう捨てちゃってますか、それは。死体は。そうなんで、ただ別にだとしてもあれなんですよね。死骸ってミイラ化すると結構なんか土の子っぽいフォルムになるんですよね。わかります、それは。ヘビが。それを見間違えてツチノコなんだなっていう、それをすごい経験っていうのがあるんで、僕にとっては。ネッシーもそうだと思うんですけど、見間違いはものすごい、僕ネッシーいる派ですけど、見間違いがほとんどだっていうのは僕も思うので、ユーマは多分そういうのが紛れ込んじゃうかなとは、そこは一緒ですよね、僕と山崎さんね。5人はあるよね。じゃあ甲斐さんも本当今後もユーマのね、いろんなユーマを好きってことですよね。そうです。ちょっと大好きです。今後も中澤の部屋でちょっとユーマ特集会とかもあると思うので、ぜひ来月以降もよろしくお願いします。わかりました。はい、ありがとうございました。中澤さんのチャンネル登録してますので。YouTube ですね。あ、そう YouTube 始めたんです。ありがとうございます。はい、そちらもよろしくお願いします。はい。はい。じゃあ山口さんもすごい応援してますんで頑張ってください。はい。また来月もよろしくお願いします。俺はチャンネル登録してないのかな。山口さん YouTube やってるんで。してます。あ、してます。ならいいじゃないですか。あ、じゃあありがとうございました。はい。じゃあ電話。ありがとうございました。次の方に電話、はい、来ますね。はい。ユーマお好きな方です、ね。結局死体は捨てちゃったのが持ってるのか。捨てちゃってるっぽいですね、あの感じね。そういうのはちょっとやっぱ専門家の人じゃない意見だとちょっとわかんないですよね。それはちょっと我が社に送ってもらいたいですけどね。でもそんなこと言って山内さん家に蛇の死体とかいっぱいぐらいまた奥さん怒っちゃいますよ。それ。あ、そうなんです。キャキャー。そう。変なもの送られてきた。本当変なもんではありますからね。まあ蛇の死体を送られてくる。いやもうそれはもうスタッフの沢口がやらせますよ。次のお電話が今回ちょっと時間の限りラストになるみたいなので。ああ、そうなんだ。2、3本目がラストね。またちょっとね、次回は山口さんいないんですけれど、来月以降もこの企画はやるので、ぜひ今回つなげられなかった人はまた来月も電話番号を送っていただければと思います。はい、そろそろかな。はい。なるほどね。あ、もしもし。あ、どうしようって声が入ってます。もしもし。どうしようって言ってます。もしもし。あ。はじめまして。はじめまして。あ、お名前をお伺いしてもよろしいでしょうか。工藤と申します。工藤さん。はい。中澤の部屋ご覧いただいておりましたでしょうか。あ、拝見しておりました。あ、どうですかこの番組は。すごく面白いです。ありがとうございます。お二人緊急検証から。見てて、はい、お二人のお話が好きなので、はい、でオカルトはそんなにすごくそんなに分からなくて、はい、でも二人のトークが面白いのでいつも楽しく聞かせていただいてます。嬉しいですよね。オカルトそんな好きなわけじゃなくても楽しんでもらえるってすごい。いいことだね。なんかこの機会なんでなんか僕ら二人になんか聞きたいこととかだったりしますか？うん。ちょっと考えてたんですけど、はい、私大月健二さんが好きで、はい、それでその経由で緊急検証を見るようになったんですけど、それで、いろんなジャンルを知って本とかを見たいなって思うんですけど、ホラーとか。あと心霊とかその怖いものがあんまり得意じゃないんです。なので本を読みたいんだけども、見ると表紙がすごく怖いので、まず表紙がね。なので、はい。でさっきもオカルトの図鑑みたいなのをピン太郎さんのおっしゃったんで検索すると表紙がすごく怖いとちょっとこう怖いなっていうのがあって、なので。表紙はどういうふうに決めてらっしゃるのかなっていうのを伺いたいと思ってました。あれは編集者とかが勝手に決めてるんですよ。山口さんの意見はあんまり入ってないんですか、あれは。ああ、でも大概ね、デザイナーさんと出版社が決めちゃうんで。僕の本はね、どれも怖くないです。図鑑系は。あ、そうですね。怪談本はちょっと怖い話が入ってるけど。ユーマ図鑑、妖怪図鑑、まあユーマ図鑑なんか全く怖くないですよ。あ、そうなんですね。こいつはいませんって書いてますから。いっぱい。こいつは作り話ですって。あ、そうなんだ。ええ、だから今度書く新作なんかも、台風人間は中澤君のネタですって書こうかな。その本出版差し止めさせますよ。そんな。ユーマ図鑑を買ってください。全然怖くないですよ。わかりました。ありがとうございます。怖いのあれですもんね。大月健二さんも確か苦手ですもんね。霊はやらないようにしてるし。嫌ですね。大月さんね。そうですね。でも吉田裕樹さんでしたっけのお話とかはこう不思議な話とかはすごく好きなので、手に取れる範囲の本とかあったらじゃあ今度中身はもしかして。大丈夫かもしれないので、手に取ってみようかなって思います。ぜひ吉田裕樹じゃなくて山口ビルダーの方をどっちも買ってていいじゃないですか。どっちも買ってていいんですか。あ、茨城の妖怪図鑑よろしくお願いします。はい。あ、そうですね。全然怖くないんで。はい。あ、わかりました。はい、はい。ぜひ読みたいと思います。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。じゃあぜひ来月以降もよろしくお願いします。はい。あ、はい。こちらこそありがとうございました。ありがとうございました。ということで生電話のコーナーだったんですけど、ね、どうでした、いかがでした？なんかもっといろんな質問が来るかなと思ったけど、割とみんな控えめな方が多い。やっぱりね、結構さっきの山口さんの質問もそうなんですけど、やっぱみんな緊張しちゃうんですかね。なんかいろいろ、なんかみんなちょっと硬くなってたね。そうですね。なんかみんな下ネタの質問とかして。尾形さんに電話した方がよかった。尾形さんと電話つながったら山口さんと一人にずっとプロレスの話になっちゃう。ねえ。いやねえじゃないです。全日本プロレスの話。ずっと全日本プロレスの話されても困りますから。まあ俺新日が好きなんだ。あ、新日は。わかんないですけどね。はい。で、思いっきり生電話に出てくれた皆さんありがとうございました。今日はね、勇気が出なかった皆さんもね、来月はぜひよろしくお願いします。はい。で、まあ残り時間も、もう気がつけば少なくなってきてしまったんですが、ここで山口さんからの最新のオカルトネタを紹介していただきたいなと。なるほど。はい、じゃあもう始めていいんですか？あ、もうどんな。じゃあですね、今ツイッター上で。まあ、世の中の災いをなくすためにですね、アマビエという妖怪が広がっています。で、アマビエチャレンジ、アマビエ祭りということで、アマビエの絵を描いたりフィギュアを作ったりして、それをツイッターとかにアップして、まあみんなでリツイートしたり共有したりして世界中に広がって、しかも最近はアメリカとかヨーロッパの人がですね、これジャパニーズ妖怪アマビエだってことで、じゃあちょっと世の中を明るくするためにアップしようっていうふうにやってる。で、このアマビエの正体っていうのは最近僕は分かってきて、ずっと分析していて、アマビエっていうのはもともとアマヒコって妖怪から分化した妖怪なのね。で、アマヒコっていうのをね、カタカナで書くとアマヒコの「コ」がね、こうカタカナになるでしょ。それが筆文字で書いてると「コ」っていうのが絵に見えちゃう。だからアマビエを読み間違えて転記する人がアマビエっていうアマビコをアマビエって書いちゃった。それでアマビコからアマビエって妖怪が分派して生まれちゃったんで、ね、それが正体だから、もともとアマヒコが正体なんです。で、じゃあ漢字でどう書くかというと「天の日曜日の日ね」の子供で「アマヒコ」あるいは「海の山彦の彦」で「アマヒコ」と。でこれをやった時にね、あれ海の彦、これって実は海幸彦と関係あるのかなと思っちゃった。で、妖怪というのは柳田国男先生以来、ね、霊落したものが妖怪になると、神が霊落したもの、海幸彦が霊落して海彦、それを海をアマと言ってアマヒコになってアマビエになったんじゃないかという仮説を組んだね。で、俺よくね、海幸山幸の神話っていうのは子供の頃読んでたけど、あれね、山幸っていうのは弟で山幸子、海幸子が兄貴で海をやっててね、弟は山で狩りをやってて、ある時ちょっと交換しようと。ね、山幸子、俺の釣り弁貸してやるから、お前海行けよ、俺山行くからさ、お前の弓は貸してって交換するんだ。で、弟山幸子が釣りやってたらあんまり慣れてないから釣り針取られちゃう、で、ああちょっと兄ちゃんの釣り針なくしちゃったって言ったら「お前どうすんだよ、俺の釣り針取りに行ってこいよ」っていうことで、まあ、取りに行ってくんだよね。それで和田摘みという怪人から、ね、気に入られて、それで釣り針を返してもらって、で怪人和田摘みの娘の豊玉姫と出会って、まあ、恋に落ちて結婚するわけですけど。でその時ね、海が怪人から、塩を自由に操る玉を預かるんですよ。でそれと同時にお前にきつがたった兄貴海幸彦に呪いをかけてやると言うんだよね。で山幸彦は玉を持って帰って、これ玉が宝玉として祀ってる鹿児島のお寺まで俺取材に行ったことあるんだよ。ああ、ここが海幸彦山幸彦の伝説の元かと思ったんだよね。で弟には潮を操る玉を預け、うん、で兄貴である海幸彦には呪いをかけたんだ、うん、海神が。うん、それで弟山幸彦に兄貴海幸彦は従いましたっていうところで子供向けの神話の本は終わってるんだけど、うん、よく見たら呪いがかかってるんだ。呪い。じゃあ呪いかかったじゃあ海幸彦はそこで呪いのために霊落したんではないのかなと。じゃあどういうことと。結局ね、この豊玉姫と山幸彦が結婚してその孫がこの我が国日本を作った神武天皇になるんですよ。で神武天皇がヤタガラス、三本足のヤタガラスを従えて神武統制をして大和朝廷を建てるという話で、弟のこの子孫は大和朝廷を作って我々のこの国を作り上げたんだね。でじゃあ呪いをかけられた兄貴海幸彦はそのまま妖怪となって三本足でくちばしのある姿になってしまった。でなぜ三本足かというと、弟がヤタガラスを従えて弟の孫が言ったように自らがヤタガラスの姿を背負って三本足とくちばしを持ってしまった。つまりですね、海幸彦は弟の子孫であるこの日本の国の日本国民にいろんな、ね、災難から守るために自分の姿をこう筆記して拡散しろと、うん、そしたら日本が、ね、こう安らぐよと、うん、それはかつて弟に対して弟山幸彦に対して意地悪をしちゃった兄貴だから、うん、妖怪となって反省してると、うん、つまりね、アマビエというのはもともと海幸彦が霊落した姿なんです。でこの日本が今ちょっとしんどい状況になってるけど、ね、かつての弟の子孫である日本が今ピンチになってるから、うん、あえて兄貴の海幸彦の変化した妖怪がこの SNS 時代によみがえって我々を助けているのが今のアマビエチャレンジのスタートなのですと。プレゼンですね。いやいやいや、プレゼンの原型だよね。いやすごいね。ここから多分山下さんいろいろ組み立てていくんだろうなと。いやこれ先週思いついたの俺。先週ずっと読んでて、ああそうだったって。俺としたことが海幸彦には呪いがかかってたって。夜中に大声上げて、神さんにうるさいわねって言われて。そんなばっかだよ。もうねやっぱり山下さんとまあ。みんなが思ってるとそんなに山口さんと直接会う機会ってそんなには僕はないんですけれど、うん、うん、せいぜい月多い時でも 2、3 ぐらいですよね多分ね。最近多くなってる方だよ。まあ一時期もっと会ってなかったですもんね。半年会わない時あったもんね。そんなありましたっけ。まあ3ヶ月ぶりとか。まあそうですね。でも最近は言うても月1回ぐらい絶対会ってるんですけれど、なんかだったね。山口さんが大体こういうふうに言ってる話を去年のオカルト紅白で話した話も、うん、あれの原型っぽい話はさらにその数ヶ月前に僕は聞いてて、ね、途中までは僕知ってる話だなと思っていつも山口さんのプレゼン聞いてるんですよね、うん、そしたら絶対そこに僕が数ヶ月前聞いた時よりもいろんな補足が加わって、うん、オチは違う方向に行ってるっていうね。あれはねプレゼンしてる最中に、はい、降りてくるんですよ。最中でも変わってるんですか。放送作家の人に聞いたら、はい、打ち合わせで喋ったこと以上のことをいつも言う。こういうこと喋りますよって言ってるのに、はい、急に降りてきてカクンと入ったらバーンと喋る。だからなんかお坊さんとか神主が俺見たら右目に龍が入ってるっていうんだよね、はい、龍が入ってるから龍神の力を使って喋ってるから。右目なんですね。右目って言われたね。右目に左には何も入ってないですか。入ってないみたいね。右だけなんですね。右目な鬼太郎と一緒だよね。あ、まあ確かにそうかもしれないなんかね、なんかそういうなんかストーンと腑に落ちるっていうのかな、こう落ちてくるものがあるのね。降りてきてる感じなんですね。それがこうちょっと喋らされるっていう感じかな。本当にそうなんですね。これから山口さん多分もっといろいろ補足情報加わっていくと思うんですけど、うん、まさかこの時代にアマビエがこんな大ブームになるとはね誰も予想してなかったと思うので、うん、でもね、僕はアマビエは本当に自分の弟の子孫である我々日本人を助けに来たのかどうかっていう疑いを持っていた。そもそも元のアマビエの話もあれなんですよね、疫病が流行ったら私の絵を描いてください、描けって言ってるだけで、絵を描いたら病気治るとか何も言ってないですよね、話を。一言も言ってない。だからただ描けって言ってるだけだからちょっとね、なんか描いたら病気がなくなるとかっていうのはちょっと尾ひれついてるような気もしますけどね。あれはアマビエは決して日本人を助けるために私の絵を描けと言ってはないんだよ。ただ絵を描けと言ってるだけで。ひょっとしたら絵を描いたらありがとうっていう終わりだけかもしれないからね。まあこの機に自分のキャラクターを広めようみたいなね、今でいう SNS、 元は SNS ですけど、でも妖怪というのは自分の正体がバレたら妖怪の名前を当てる、そしてその性質を当てることによって妖怪の呪いは解けるので、僕は今回こう、まあテレビ番組ね、こうしてやつの正体は山幸彦である、そして彼の今の姿というのはヤタガラスが海に潜ったバージョンであるって指摘したでしょ、はい、これで海幸彦の野望はもう途絶えた、すごいですね。これでもう国がもう安穏な日々が訪れると思いますよ。山口さん、海幸彦とも戦ってたんですね。海幸彦戦ってた。敵のスケール超でかいんですけど。そうですね。あ、でもそうですね。そう、確かに妖怪はね、正体見破っちゃったらね。だからね、海幸アマビコの解説とかしろとか言って、はい、いろんな学者とかね、作家がやってたけど、なんで俺に聞きに来ないんだって。あ、まだ聞きに来てないですか。もうトースポだけですよ。さすがトースポ。トースポ。だってホームリングだからね。あ、まあ名前は出さないようにしますけど、この間もなんかニュース見てたら、アマビエについての解説をもう妖怪といえばこの人って言って普通のタレントさん呼んでましたからね。ちょっと妖怪大好き芸能人みたいな人で、もっと語れる人いっぱいいると思うけど、なんか確かにね、あえて。だから浅い知識で語るようなやつを出しちゃダメだよね。まあまあ多分僕も。アマビエ騒動を取り上げてるワイドショーいくつか見たんですけど、まあ一般的にはもうちょっとなんかこんなんが流行ってますよ、面白いですねぐらい以上に掘り下げる気は多分まあないんでしょうね。だからちょっと日本人がどんどんバカになってくるんじゃないの。そうですかね。だから YouTube も割と上積みだけ撮ってるようなオカルト YouTuber が多いじゃない。やっぱり本当に深く掘り下げていって、日本文化とは何ぞや、日本の神話とは何ぞや、日本の歴史とは何ぞやっていうところまでやって、本当に妖怪の話、一つの妖怪でこれだけ話せるんだっていうところにオカルトストロングスタイルがあるわけですよ。名前は出さないで喋ってほしいんですけど、山口さん、オカルト YouTuber 結構見てるんですか。あ、見てるね。山口さん見てるんですね。意外な。もう鼻で笑うのが多い。いや、なんかやっぱ僕そこ断絶できてるなと思ってて、僕もオカルト最近 YouTube 始めたんで、人気ある人何個か見てみて、コメント欄見てると明らかに今まで僕らが接してきたオカルトの界隈とは違う人たちが見てるっていうのはもうコメント見たら分かるじゃないですか。そうね、マニアじゃないね。で、あそこのコメントしてる人たちは、まあ僕もそうですけど、僕も山口さんも、まああとムーとかでも何でもいいんですけど、あの辺多分どれも通ってないなっていうのは分かりますよね、見てるとね。だからああいうライトなオカルト YouTuber がいろいろこう畑を広げてもらって、でそこからマニアになってくれる人もいるから、そうですよね。そのマニアになってくれる人をどんどん拾っていくっていうのが、本当のオカルトブームを作るチャンスなんじゃないかな。やっぱり入り口を作ってくれる人は大事ですからね。だから、まあね、オカルト YouTuber なんて多分小学生とかもいっぱい見てると思うんで、そういうのが現れてきてね。でも割と知識欲がある子はもっと深くもっと深く知りたいと思うじゃん。そこで山口敏太郎を知ってもらえたらありがたいかなと俺は思ってるけどね。山口さんでも結構実は意外と子供ファンいますもんね。まあオハスタとかの影響もあると思うんですけど、でも俺の子供ファンはもう大学生ぐらいになってるからさ。あ、山口さんがオハスタ出てた頃見てた小学生って今もう大学生なんですか。え、あれなん知ってますか。昔山口さんビンタウロスだったんですよ。8年。ポセイビン。山口さんがなんかもう下半身馬になってるやつ。あれ、あの画像まだ出回ってないのかな。あれいい画像ですね。8年ぐらい前だよ。あ、もうあれそんな前なんですか。あれポセイビンは8年前でね。ポセイビン人魚になってるんですよ山口さんがね。ああいうのって僕山口さんのでもいい活動だと思ってて、そういう山口さん自分がもうその下半身馬にしたりとか、あとそのアイドル番組に出てメイドさんに思いっきりビンタされたりとかするじゃないですか。1000円払ってビンタされる仕組みってよくわからないんだけどまあ僕と同い年というか僕より下の世代はやる人いると思うんですけど、山口さんぐらいのキャリアある人でアイドル番組に出てメイドさんからビンタされるのって多分他の人は断るような気がするんですよね。断らないよ。だからそれをやってるのは山口さんのかっこいいとこですよね。俺はもうアメリカンプロレスも平気でやるんだよ、天竜と一緒で。それはアメリカンプロレスなんですね。メイドにビンタされてて、あれはね、もうあれですよ、はい、もう肌ごとりやってるようなもんですよ。もうそこら辺はまあお仕事としてね、広げるためにやってます。そうですね。だから変な話、今ユーチューバーの方がやってるようなことを山本さんもやってたって気持ちも、ね、そうね。だから、俺の YouTube がだいたいそろそろ6万人ぐらいだから、はい、ちょっとねもうちょいチャンネル登録者数を増やしたいなと思っていて、そうなるとねちょっとね、まあいろんなものにチャレンジしていきたいなとは思うけどね。じゃあ、そろそろね早いものでもうお別れの時間が来てしまったんですけども、記念すべき本当第1回目の中澤の部屋だったんですけど、どうでしたか？いやいや、よく司会やってるなって。ありがたいです、嬉しい。最近後輩の番組の1回目に呼ばれることが多くて、もうなんか俺もちょっとね全日本プロレスやめた後の天竜源一郎みたいになってる。その例えは分かんないですよね。まあでもほら4時ですよだの初回にさんまさんが来てたりしてたらしいのね。ああいう感じなのかなと思いますけどね。もうちょっといい年になってきたら、後輩の番組に呼ばれる年になってきたのかなっていう気がするね。やっぱりね、初回ね、他の人が山口さん呼ぶ気持ちも分かりますよ。山口さんがいるとは何やってもとりあえず広げれるから、これからやろうっていう時にすごい助かりますよね。ああ、まあ便利屋だよね。まあそうですね。山口さんから見て、もっと2回今後も続けていくんで、2回目以降はこういうふうにした方がいいんじゃないみたいな、なんかあったら。僕の司会ぶりに対してアドバイスというか、もっといろいろ意見の対立とかがあってもいいんじゃないの？対立、僕はこう思うんですけど、いやいやそうじゃないでしょって、ちょっと軽く議論みたいになっても面白いんじゃないかな。熟女より若い子のがいいぞみたいな。そんな議論する必要ない。そこじゃなくね。女は35歳からだよ。いやもちろん何歳でもいいですけど。確かにそうですね。確かに。流れの受けで相手の話をうんうんとうなずいちゃうとか多いですけど、もうちょっと意見違うとか言ったりするっていうのは割とちょっと価値観が違う人が出てきて、ちょっと異種格闘技戦っぽくなると白くなるんじゃない？ああ確かにそうかもしれないですね。いろんなその陰謀論の人とかね、オカルト否定論者とかとちょっとバチバチになるところもあってもいいんじゃないかな。そうですね。もちろん今後のゲストさんどうなるかわからないんですけど、僕としてはいわゆるオカルトあんまり信じてない方の人とかも来てくれたら面白いなとは個人的には思ってて、あんまりそっちの人とは絡むことないんじゃないですか。だからそれもやりたいなとは。中澤武史7番勝負みたいな感じでさ、7番勝負、はい、あ、飛龍10番勝負でもいいや。藤波がやったじゃん、飛龍10番勝負やったじゃんって言われても全然わかんない。知らない、全くわかんないですけど。いやもう強敵と戦うのよ、10人ぐらいの強敵と。でね、まあ俺みたいに仲のいい先輩と戦うんじゃなくて、ちょっとね、もう価値観が違う人とバチバチやるのも僕はありかな。この音楽が流れますね。最後まで見てくれた皆さん、ありがとうございました。本当にね、山口さんは本当に、いろんな意味でオールマイティな方だと思いました。次回は4月の最終金曜日、24日の夜9時に、お会いしましょう。さようなら。初回なんで許してください。すいません。カメラ最後こっちなんですね。